ありがとう。写真会参加してくれてありがとう。待ってます。こんばんは。今日はあ、ドボン頑張ったコンビだって。そうです。ハート作るぞ。遠隔に遠隔、それ意味なくない？遠隔作れてんのかわかんないよ。やったー、みんなありがとう。ごめんなさい、遅れた。一緒だよ。あ、ワオに出てた2人だったって。ワオ面白かっただって。え、本当？よかった。なんかめっちゃ夢見にね煽られた。ん、今ワオ見てるだって。え、タイムリーすぎる。タイムリーな話題。タイムリーな話題だね。お腹空いてしまった。お腹すいたって。レッスン上ですか？レッスン終わったよ。また対決してほしいだって。イヤミが勝つので多分意味ないです。え、でもなんか違うのだったらできると思う。私も本当に、うん、嘘ついてない、うん、嘘つかないよ私。学歴教育テスト対決だったら負けるね。100。うん、学力テスト対決だったら100負けるね。確かに勝つね私。でもなんかさ、謎なぞけだったら勝つかもよ。なんか引っ掛け系みたいな。そんな頭良くないけど。本当？うん。こんばんは。あ、止まった。止まったら終わりなのよ。ねえ、本当に今日の服お気に入り。ヨミカちゃんありがとう。キッキ。ありがとうございます。止まったら終わり。衣装店の生写真全部揃えただって。ありがとう。よし、とりあえず外側で配信する。外側で配信するね。やばやばい人いる。ゆきおさんありがとう。パンプキンケーキかな。いいね。また打ち込めこあれ壊れた。今日はなんかテロップ変えよう。打ち込め普通にね、白い服なんだけど上半身。え、ここをさ写したらやばい。ねね、ねね、ここ写したらやばい。着たことあります。似合う。ありがとう、福ちゃん。生写真ドラマ可愛くて困る。じゃあ全部下方にしてください。かすみめっちゃ赤いんだけど。かすみ今かすみのしぼんで配信してる。しぼんでって何？しぼん皮膚としぼん。サイコさん見すごいだって。そう、サイコさんに。ねね、鏡越しにやろうかな。ハマってるので。鏡越しにやろうかな。あ、来た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 。よかった。名札でかいぞ。名札でかいのよ。治りました。かすみがダメだったらこっち来てみんな忙しいよ。あ、マシンガンさんありがとうございます。猫のケーキ。じゃちょっと髪が今ないので。お、これか。次回に書くのでスクショします。ごめんなさい。え、なに？ケーキくれた。タワー、すごい。なにこれ、かわいいタワー。じゃあちょっとね、とりあえず猫のポーズします。いつもありがとうございます。やめてやめて。ちょっと待って。にゃ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 、ありがとう。あ、なにこれ、すごい。なんかクロワッサンみたいな。ありがとう、初めて見た。めっちゃ可愛い。お、大丸の衣装店行ってくるって。楽しんで。 DJ タイム。あの私のさ生写真めっちゃ可愛いから絶対ゲットして。ナイス DJ タイム、ありがとうございます。ありがとうございます。劇場のパフォーマンス見てバーになった。ありがとうございます。最初テンション上がってきた。なんかもともと高いです。え、写真買ったよって。ありがとう、嬉しい。ねえねえ、うん、そんな話しない。いや、それはそう、それはそう。なんかおのおのやってるからこれ普通に隣の意味なくないっていう。いや、一緒に配信しようって誘ったのにさ。え、なんかそう、その こういうタイプかと思った。あ、そういうタイプ、うん、なんか闇は分けて配信するかと思った。こっちでの端末とこっちの端末で1回やる。え、でもなんかさ、みんな一緒にやってない？そうなの？え、そう思います。初めて知った。それは嘘かもだけど。
確かになんか隣じゃなくてあっちの端とこっちの端なら分かるけど隣同士なんだ。え、あのさ、あけたかさん、あけありがとう。なんか二人のさ共通の話題ある？何もない。え、気まずいじゃんそれ。それ気まずいじゃん。一緒に遊びに約束したよね。え、いつ？あ、行った、やったね。え、でもさその次の日さあれだからさ行けないよね。行けるよ、行くよ。どうしてないの？だって時間ないじゃん。あるよ、その前の日だよ。あ、え、当日ってこと？その当日に行って、いい、ね、スリープ。そう、お泊まりするの。言っちゃダメ？お泊まりはいい。お泊まりはいい。どこに泊まるかは秘密？誤解しちゃった。ダメだよ。泊まるんです。どこに泊まるかは。ありがとう。え、いつ？秘密。あの結構いいとこだったよね。ね。なんかすごいカタカナの名前です。見て、衣装店はガチャガチャありが、ね、あります。QR のみなしって。なるほどね。私も衣装店行きたい。行きたい。それな、めっちゃガチャガチャしたいな。ね。行きます。大丸行きたいだって。ね、教官。みんな行かないの大丸。みんな行ったって言ってる人いるよ。あれもう行ったの？だって今日からね。衣装店。ビョンティさん可愛い。で、カスミンに推し変しましたって。え、誰から誰から誰から。かすみんは明日行くって言ってらっしゃい。行ってら、そう、土曜日だもんね明日。広島で恋しましただって。嬉しい。恋しちゃったんだ多分。多分かい。気づいてないけど、バイオリンバージョン。意味がわかんない。意味がわかんない。今日の服かわいいので褒めてください、ね、なんか私めっちゃレッスン着なのにさ、ゆめみさん可愛くてやだ。失恋ショコラっていうの。サイコさん、おえ、ツーショット当たった、京都から行くだって。すごい、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。かすみで初めて見た。ん？かすみ広島で初めて見ただ。え、嘘。気づいてないでしょ。嘘でしょ。惚れ直しました。ゆやみちゃんスタイルマジ良すぎてるって。広島のお見送りのかすみ可愛かった。お見送りだけなんだ。ダメなんだ。だいぶ可愛かったんだけど、なんかより間近で見たときに、あ、やっぱ可愛いかもってなったんじゃない？あ、なる、あなるほどね。ありがとう、スタイルいいって褒めてくれて。多分身長がね、寝て起きて、寝て起きて食べて、寝て起きたら高くなっちゃいました。すごい。ゆめってさ、ギャルだと思う？なんかめっちゃギャルって言われるよ。え、なんか喋ったらめっちゃギャルじゃない？全然一回もやったことないんだけどギャル。え、でもなんか喋ったらなんか心許したらなんかギャル、確かに。じゃあみんなの心許してるって方だね、それは。昨日は DJ だったの。わかんないけど。でもユミンは200色あるから。どういうこと？そう、今身長何センチかわかんなくて100センチ。ね、え、だからさ、健康診断行こうよ企画で。うん、人間ドックとか。人間ドックみたいな。まだ早いか。いいんじゃない？和で、和王でいくら煽られても完全優勝したゆめみんと後味のかすみ。何の話？でもめっちゃ美味しかったね、パンケーキ。あれ美味しかった、めっちゃ。パンケーキふわふわだった、めちゃめちゃ。かすみんはゆめみんのどういうところが好きなん？面白いとこだって、言ってないしまだ。なんか面白いとこです。一緒にいて、うん、なんか普通な、なんかなんて言うんだろう、気まずくならない。別に無言でも気まずくならない。すごいいい関係性。うん、でカスミンはあれだよね、ゆみはね名言残してるから。カスミンとカスミとどこにいてもテーマパークっていう名言出してるから。そうね。なんか例えば。うん、普通にご飯屋さんでもマジでテーマパークに、うん、確かになれます。なります。そう、素で入れられ的な。そうそうそう、そう
いいよね。いいよね。相性良さそう。意外とね。相性いいらしいよね。意外とね。今はピューロランドの。なるほど、気まずいメンバーも。ってなるといるのかなってなっちゃうけど、同じメンバーいるわけじゃないけどっていう話だよね、うん、まあでもよくいるのは夢見かなっていうこと。ガチで仲良さそうだよね。だってね。そうですかね。そうですよ、仲いいのは。どっちがボケでどっちがツッコミ。え、どっちもどっちだよね。え、カスミンが主にボケ。え、私ツッコミだよ。私ツッコミなんだからね。いや、私結構ツッコミの方が向いてると思う、個人的に。ボケるのが。え、ボケてみた今。無茶ぶりやめてや。やっぱツッコミだから、そういうこと分かってないとダメなんじゃない？やだ、なんかおかしいけど見た。達也くんさん、ありがとう。ホームランバクバク。一緒にいると緊張するメンバー？いない。いないかも、それは。ね、なんかさ、何話しちゃったか忘れた。え、うん、今の一瞬で、うん、なんかさってね。え、先輩は緊張する、誰でも。ドラレの衣装を近くで見てきました。だっていいね、久しぶりに見たいわ衣装。カスミンパターゴルフの時後ろ姿見て大きいと思ったって、どういうこと？悪口ですかそれ。あの、頼もしい背中。悪口ですよねそれ。大きいと思ったって悪口です。え、止まった止まった止まった。かすみんね、面白いんで皆さん仲良くしてあげてください。え、こっちだよ、ゆみの充電器。ちなみに、まあいいけど、つながってるから。ひしくんさん、ありがとう。ホームランパターゴルフの時、かすみんツッコミありがとうだって。え、誰？福ちゃん。福ちゃん？福ちゃん。あ、いましたね。オノピーター、ありがとうございました。そう、パターゴルフ一緒だったね、そういえば。リトルパラッポさん、ありがとう、職人。なんか、TOAST さん、ありがとうございます。パクパク。DJ タイムなのに、せっかくの高速 DJ。 なんでかすみって運動神経悪いのにダンス踊れるようになったの？え、それコメント？ゆめみのコメント。だってダンスと運動は別じゃん。え、でもダンスも結構リズム取ったり。え、でもリズム取るの苦手だよ。なんかさ、例えばなんかよくさ、運動神経、まあ、わかんないけど。確かに、でもなんか運動できない人はダンスもなんかできないイメージはあるけどね。すごいじゃん、ね、才能すぎるじゃん。でも意外とね、できたりするのよ。天才だと思う。そう、みんなもだから。パターゴルフでお世話になりました、こちらこそ。そうなの、みんなパターゴルフ一緒だったんです。そう、パターゴルフ一緒だった。関係ないダンス。でもね、音とか取るの苦手です。いや、でも最近だから音聞くようにしてる。待って、 BPM ってこと？そう、 BPM、 やっぱ BPM 早かったよね、ハチノスダンス。パターゴルフからしてからイエミかなり好きだって。え、誰？なおちゃん。え、私のファン。浮気だ浮気だ。運動はできないけど、できないオタクなのでかすみは希望です、だって。パターゴルフの時のサコさんと小日向のガヤうるさくて集中できなかったって。大変申し訳ございませんでした。でもあれは盛り上げてなんぼですからね。でも無言よりいいと思うよ、ね、無言よりいいでしょ、暇ずくない。逆にゴルフ無言でやるの。ハチノスダンスよかったね、よかった。私もね、やっぱさ、見てカレー屋のカレーの店主ですみたいな感じになっちゃう。いいけどね。大阪の思い出？出張公演の？ああ、え、出張公演行ってないです。行ってない。ごめんなさい。
カスミンに外せって言われたので余計決めてやろうと思いました。誰誰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 カスミンひどいね。え、言ってないよそんなこと。言ってるから。言ってない。嘘つくのし。嘘つかないでください。ひどい。あるからね。嘘です。この人が持ってるんだよ。いや持ってない聞いたもん家に。嘘言ってないよ。言ったよ。お腹空いてしまった。みんな晩ご飯食べますか。食べなくちゃダメだよ。何食べるの。ゆえみ。うん。ゆえみ今日ねちっちゃいこれぐらいのねオムライスいっぱい作ったの。これぐらいの自分で。うん。なんでなんかあの動画回ってきて、うん、作ろうって思って。すごいね行動早いタイプ。よし今食べてますだって。何をご飯炊いてます。美味しくなあれ。ちょっとくちゃオムライス作りました。おお唐揚げいいですね。カスミンマーボー豆腐食べたいだって。カスミンのお腹壊しちゃうよ。あれさっきねねあれゆえみがさ作ってお腹壊したって言ってたよね。ねもうすでうん、ゆえみじゃないからカスミンマーボー豆腐でお腹壊すことないから。だ絶対豚汁でしょ。だって豚汁さ30分ぐらいさ。いや麻婆豆腐もやったよ。お腹壊すことある。じゃあ待って逆に豚汁と麻婆豆腐でどっちがお腹壊すって言ったら絶対豚汁だからね。違う30分煮込んでお腹壊すんだったら食材に何ありだと思うんだけど。違うよ調理法に何ありだったんだよ。あれガチなの。ガチなんだよね。本当なんだよね。でも私は壊さなかったから。いやいや夢見に問題ありなんじゃないの。家でちょっと結構問題ありな体質だから弱いタイプか。そうそうそうらしいです。そうなの、麻婆豆腐のがやばいだって。なんでそんなこと言うの。そういうの作った人無事だからね。私あれだよ麻婆豆腐なんかもうできてるやつだよね。なんかの作るだけの、ね、水入れるだけのやつだよ。推し麺に嘘つき扱いされて泣いてますだって。号泣してるよかわいそう。あゆみさんケーキありがとうございます。バク楽しいね。ゆみね18期でハッシュタグ作ったんだけど、うん、知ってる。あ知ってる。なんか出張行為ってライズ回ってきた。なんか勝手にゆなとゆみが話してて、うん、やっぱ18期やなって言ってたら、やっぱ18期やなハッシュタグね。そしたらなんか広まってたいつの間にか、ね、なんかみんなのツイートが流れてきました。感動しなかった。なんかね思い出がいっぱいあった。涙が出そうだった。すごいありがとうみんな。涙ポロポロ。これからもいっぱい思い出作ろう。やなのちっちゃいつく必要なんですよ。これからもいっぱいね思い出作りましょう。な。かわいいお話だってそういうの。やな。思い出が増えてしまった。まだいっぱい増える。でもさ最近さなんか18期でさ仲いいよね。えそうだけどまとまってさなんかお仕事にならないじゃん。フェスとかねフェスめっちゃあっただよね。だから悲しくて。 DJ タイムありがとう。そうなのめっちゃ楽しかった。みんなでフェス出てとか最初の頃はあったけど悲しかった。8人ってなるとないよね。フェスめっちゃ出たいな。うん、あげえ全然私フェス出てないマジで。今年フェス大好き。ゆめみ出たいフェスに。だって福島楽しかったでしょ。ベイカーズさんありがとうございます。福島めっちゃ楽しかったって聞いて。たけさんありがとうございます。めっちゃ私のフェス出たいなって思いました。福島の Vlog すごかった。ありがとう見てくれて、ね、編集したやつね。同期長く同期愛強くて微笑ましく見てました。同期愛強いですか。で福島めっちゃ楽しかったよ。羨ましい。あのいちごのかき氷、うん、いちごの削った氷のやつ食べたり。フェスはいちごの餅めっちゃ食べさっきいちごしか出てこないんだ。あと牛タン食べた。えめっちゃいいじゃん。美味しかったです。野外フェス出た。え、そう私さ野外フェス出たことないの。外でやるフェス出たことなくて。メメクロフェス出たのいいな。外でやるの。外でやった。暑かった。涼しかったけど暑かった。福島の瀬戸りいいの。めっちゃ良かったよ。何だった。待ってあの夏の棒ランランランあったの知ってる。そうランランランあるよ。あと制服の花星が消えないうちに福島行ったよありがとう。なあのなんだっけあの山梨のスパークか
山中湖ね。そうスパークがめっちゃ楽しかったって聞いて。あれめっちゃ涼しかった。羨ましいと思って。野外フェスやったことないから。フライングゲットやったやりたい。でもあれでは見てたよ、楽しい配信。盛り上がったね。わかる。野外で風で前髪消えるカスミンみたい。ピンポイントだね。ピンポイントだね。でもね、意外に風来なかったスパークの時は。なんかでもなんか夕焼けぐらいの時にやったでしょ。マジでエモかったです。ね、なんか配信でね、本当見てたんだけど、それ見るだけでエモかったから。ね、野外フェス、みんなも楽しいでしょ。フェスって。野外フェス楽しい。だからこんばんはみんな。ありがとう。顔ね、もう手で喋っちゃうから顔で表現しようと思う。何を？喋りを。いや私さ、ケープで固めてもさ、うん、どっか行っちゃう。じゃ貼り付ければいいんだよ。貼り付けるしかないけどさ、なんか白くなっちゃうのが嫌なんだよね。だからもう前髪もないぐらいのパフォーマンスの私を愛してほしい。でさ、この前の福島の、うん、一発目の七仏の防波堤で、うん、もうなくなったよ。いや元々ないでしょ別に。元々ないじゃん。終わりたい。この笑顔ありがとうございます。そう、前髪はね貼り付けるねものがあって、それをね貼り付けたら取れなくなるんですよ。でも私はこうやってるのですぐ取れちゃうんですけど。 VO5 使ってみるね。くまちゃんありがとうございます。前髪切っちゃえば絶対無理。お前にしちゃったら、うん、いや、わすごいパーティーだ。これすごい。見て、なんかなんだっけ、何これ、お菓子タワーみたいな、すごい。ありがとうナーラブさん、すごい。おかめっちゃ暴れてる。ケーキの味も嬉しいよ。ありがとう。なんで私が嬉しいか分かんない。ケーキの味に入り込んだ。ありがとう。ちょっと今あのボードがないので、ちょっと次回配信するときにちょっと書かせてください。スクショはちゃんと撮りました。ありがとうございます。私おでこ広いんだよね。うわー、元気のやだ、元気の渦に入り込んだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとう。壁に書こうだって。頑張ってください。頑張ります。すごい大胆だ。それはか壁がふわふわだからちょっとね染み込むタイプだからちょっと消せないのでやめてきます。おでこだし。え、でもさ、昇格してさ、うん、あの髪型自由になったらさやりたい。え、あれさ、握手会とかでさデコ出しダメだよね。今ダメだよ。そう、ルールで決まってるんです。暗黙のルール。何がダメなんだっけ。いろいろダメだったら内緒だけど、いろいろダメなんだ。内緒なんだ。別によくない。ダメだよ。え、ダメなの。言っちゃダメだよ。そんなに大体わかるでしょ。みんな分かってないかもしれないよ。え、ダメだよ。ダメとかあるんだって。そうだよ、あるよ。だからダメだよ。あるよ。研究生は大体ね、まっすぐなやつしかダメ。ゆめみエコーかかってるって。ね、はい、エコーかかってるんだ。面白。え、初めて知った。あの、だいたいわからなくない、なんか、ね、写真とかで。応援に来ましただって。ありがとう。何の応援。何の応援ですか。初めましてだって。え、なんかね、固定概念に縛られすぎてみんなが知ってるって。内緒にしてきたんだから。今までいつの間にか広まっちゃったんだよ。かかってないよ。だって誰か罠にはめましたね。私を罠にはめましたね。バニーガールめちゃくちゃセクシーやね。だって、いや全然セクシーじゃないです。普通にウサギです。ウサギっていうか普通にウサギ。鈴田屋さんありがとう。だるま。でも皆さんと一緒にうさちゃんで撮れること待ってますよ。ね、予約中じゃないか、発売中じゃないか。
カズミンには内緒ですか、写真会行きますね、だってありがとう。なんで内緒にするの？もうバレたよ。ラブラブ予約中です。ラブラブわー、予約中ですか、予約受付中ですよね。カスミンには内緒にしよう。え、一緒にうさ耳、みんな写真会受付中って書いとこう、家もテロップに。よし、サンタの日めっちゃ遠いじゃん。ね、みんな写真会は来てくれるんですか。来てくれるのありがとう。バニーガールはやりません。カスミンのみです。私がやるよ。カスミンのみです。ウサちゃんだよ。あら、そうなの。第一販売今日の12時で終わってたらしい。え、もうまだ再販してないんですか。サンタのしか空いてなかった。あ、悲しい。握手したい。ありがとう。握手あるのかな。できるよ。できるらしい。写真撮った後に握手できるんですよ皆さん。じゃあみんな握手もしよう。オンラインだけど使いけます。ありがとう。いいじゃん。みこさんだって。みんなみこさん楽しみ。みこさんやるでしょ。やる。てか同じ日だよね。違うよ。え、ごめん。オンライン行くよ。ありがとう。ね、多くない、オンライン行く人。初めまして。羨ましい。微笑みの握手をしましょうって。いいね。23だって。ありがとう。待っている。バニーガールはしない。気づいたら全部オンラインに行くよ。ありがとう。増えて増えた。オンラインに泳がれてた。ありがとう、ごめんね。え、エコーかかってる。嘘、なんでだろう。まあいいか、エコーかかってると思う。ダメ。ダメです。ダメか。まあでも対処法がないから分かんない。私たちじゃなくてみんながエコかかってんだよ、うん、私じゃないです。量産型するのを微笑みの握手しましょう。ね、あの曲めっちゃいいよね。ずっとさ最後さ歌っててさ泣きそうになるよね、あれって。いやでももう慣れたから泣きそうにはならないけど。焼肉なおだって。あ、いいな。え、いいな。でもね、岡山公園で焼肉食べたの私。いいな。土日も仕事だからオンラインしか、オンラインだけども嬉しいよ。ありがとうね皆様。ポーズは決まってる？え、全然。ポーズ得意の考えるの。みんなでさ、みんなと一人一人とさ考えたい。今から緊張してるだって。早い、かわいい。やっぱ定番のハートなら、いいな。定番のハートでしょ。 とりあえず写真会初日行きます。わ、もうすぐ会えるの楽しみにしてる。ポーズして OK なんて。 OK だよね。ダメって言われてないからいいんじゃないの。ダメなのかな。やっぱ定番にハートやりたいよね。え、これがいい。定番これだとさちょっと遠くない。ごめん。世界に1枚の写真が撮れるってわけね。だってそうだよ。そうです。もう一生残る2人だけの記憶です。素敵。イエーイ。え、もしかしてケングルだった今。ね、ポーズもみんな練習しとくね、ゆえみも。えー、そうなんだ。レーンに並んでる時が一番緊張します。なんでよ。え、でも分かるその気持ちは。え、なんで。どうしよう、何喋ろう、どういうポーズしよう。え、待って、もう来ないかと思ったらもう順番来ちゃったってなるもん。なんないよ。なってるから緊張してるんだよ。なんないよ、楽しみでいっぱいだよね。ゆめみんの帽子かわいい。だってピウマさんです。お揃いのしましょう。自分嫌いだからワンショットがいいな。だってなんでよ。ゆめみんよくわかってる。ガチ恋の人は見つめ合いポーズするらしい。だってそうなんだ。じゃあ見つめ合ったらガチ恋ってこと。ちょっとよくわかんない。かすみんに何がバレてるのかドキドキ。全部バレてるよ。
かすみん分かってないねって言われてるよ。え、気まずそんなこと言わないで。そんなこと言わないで。ね、目の前にいるので忘れるよね。確かに、でも結構いるね、忘れる人。三つ編み合いしたいな、だってガチ恋だそれは分からないけどね。お腹鳴ったらごめんね。カスミンポーズないです。パスミーとかゆみとね、やりたく、ね、考えたことがあったんだけどさ、ゆみとかすみの名前を決めた2人の。え、ミンミンコンビじゃないの？そう誰がつけたの？誰がつけたの？それって。え、逆に何があるの？なくない？いや、私は名前がすごいつけづらいからさ、申し訳ない。ゆん、かす、ゆ、ゆん、ゆ、難しい。湯飲み。ダサ。嫌だ。普通に。湯飲み。湯の湯とのは。夢歌手。普通すぎ。かわいい。ミンミンゼミ。鎖国度。普通すぎない。夢ミンでいいんじゃない。は？ダメでしょ。動物の夢かすは？動物の夢かすって何？ね、動物の夢かすって何？クドの動と動物わかんないけど、動物の意味わかんなくて言わないの。あ、セミコンビ。やば。ミミンだから。セミでいいんじゃない？セミ。やだ。ダメ？やだ。ちょっとやだ顔。ギャルミンってなんで？星ありがとう。え、いいな、星、私も欲しい。お腹割れちゃいそう。黒夢、いや、ほんまにさ、あの、私のさ名前つけづらくてごめんね。んー、何にしようかな。空気悪い、空気悪い空気悪いよ、今今めっちゃ一瞬空気悪かった。何にしようかな。本当に決めよう。今伝説の回にする。じゃあ今日これ終わるまで帰れまってんする？決めるまで早く帰りたいから決めよう。なんでよ、一緒にいようよ。何かな。セミは寿命が短いって。やだね、不吉だよ。でも頑張って生きた証一週間なんかいいようにまとめないでこんばんは、ナーラブさん、ありがとう。欲しい。かすみん面白いだって。夢みんは誰が言ってる？誰が言ってる？夢みんは面白くない。名前呼んであげるよ。達也さん、ありがとうございます。ピアツ。ピアツ。なんだろう。サコミン。なんか夢みんの要素強くない？家の自己紹介やん。それな。もう夢みんでいっか。え、見て。達也さん、星いっぱいくれた。星ありがとう。大好きだよ。ありがとうございます。ゆみかちゃん、ありがとう。ケーキパクパク食べた。ケーキ、こんばんは。ルーミン、クドミン。運動神経悪い人と悪くない人。長いよそれは。サコカス。サコカスって誰かもしれないけど、だから私の名前ほんまに申し訳ない、マジで。もうね、つけにくい名前しかなくて。工藤とサコで草。VR パックでゆあみ見て好きになったらって。ありがとう、うらやましい。でね、工藤とサコで草だって。ダメ、めっちゃセンスあるじゃん。ダメ、いや、書いてる人に失礼だからね、それ。めっちゃセンスあるよ。え、センスあるってこと？うん。たくやさん、ありがとうございました。るま、じゃあ、ん、なんか漢字で取らない？もうなんかさ、星空橋みたいな、そういうさ、無理やん。素敵な感じがいいな。くどさこしかないよ、だったら。なんか素敵じゃない？どうやったらそんな素敵な名前作れるんだろう。でも友達がさ、そんな普通すぎるからさ、私の名前。
そんなことないよ遅いよちょっと言うの言うのちょっと遅かったよ。じゃあ夢の花はいいかも。夢の花いいかも。夢の花は夢の花誰がわかんの本当に誰がわかるの本当に。夢の花いいじゃんって来てるよ。え？なんかホテルみたいじゃない、なんか宿夢の花みたいなありそうじゃない？夢の花は本日も営業しております。そう、本日も営業中です。やだ夢の花なんて。今日さ金曜ロードショーラプンツェルだね。そういえば、え、そうなの花って、ね、もう当分さ見てなくて 3D で見たもん。 3D あ映画の、うん、映画館で。結婚してだって。え、考えた気持ち、まあ、ダメ私と結婚するのあなたが、あなたと私だった入れ替わってる。どういうこと何にしよう、難しいですね。えこれ決まらないね。これ多分夢帰れなくなっちゃうから決めよう。じゃとりあえず夢の花にしとく。夢の花だってやだ、私たちじゃない、そんな綺麗な名前。いや綺麗であってもっとはちゃめちゃな感じがいい。なるほどね。さこちゃん、そこら失恋ショコラティア見てたのか。見てるのよ最近、とても激ハマりです。いいと思う、だってなんかわちゃわちゃした感じがいいな。ええやん、綺麗やでって来てる。うちも綺麗やでって、ええやん、ええやんって来てるけど、見て夢花かわいいね。だけど花ちゃんになってる解明みたいな。でかい夢だって、かゆめ、なんかかゆいねかゆめって変だよ。はなちゃんっていうドリームフラワーそっちがいいかも出てくれなかった誰だ今の、誰誰誰、マコピコニャンさん。マコピコニャンさん天才かよ。ドリームフラワーでもさ、ハッシュタグがさダサいね。ドリフラ、ドリフラ、ドリフラにするうーん、やだダメって。あの正式名称 DF 何それ、略して DF やだ。ドリームフラダメ、愛してる、ありがとう。なんだろう、見て顔がすごいの見てる何にする、もう諦めよっかな。え、ダメよ、帰れまってん言うたもん。 DM みたいってDS が、そうかな、 DS の方がそんじゃあ妖怪ウォッチの新作出ないかな。夢トモコレやりたい。え、トモコレの新作絶対出ないからね。夢トモコレやりたくて 3DS 開いたけどさ、うん、全然ソフト読み込んでくれない。私さ友達コレクション親から禁止されてた。え、すごっなんでわかんない、友達コレクションだけは絶対ダメって言われた。なんでわかんない、悪影響ってこと、うん、なんかね、とそういうもの、やったことない私。面白いよ、自作で歌作れたり勝手に作ってくれたりするの。なんかさ、だからや、や、だからそのさリメイク版出てほしいんだよね。ね、ないかな。え、でもなんかスイッチの新作、新機、なんか次世代機みたいな出るらしい。そうなんだ、懐かしいだって。駆動機謎に厳しいイメージ、うん、全然私もそういうイメージ。嘘、でも結構厳しくないよ全然。マックフライさんありがとう。意外と寛容です。パック何にする？もう早く決めよう。だるくなってるやん。めんどくさ
くなってるやん決めることに。夢見がさもう飽きたっぽい。夢見とゆかの仲間のうちにしよう。なんでうち仲間なの仲間ええやん。たくやさんありがとう、愛してるだって。なんかさ本当に愛してんの？そうやって簡単に愛してるとか言っちゃダメだよ。マジになるなよマジに生きるんだぜ。マジショテペンいいよね、やってみたい。私もやりたい何がいい？お前のマジは俺の中にある。お前のためにある違います。こじっちゃった。何がいい？もうね、お腹空いてるのよ。買ってくれば。やだ、何にしよう。私ブラックっぽいってめっちゃ言われるんだよね。チームホルモン見えた。イメミは見えたじゃない？だってそう、わかんないけど、まかりみが深い。もうさ違う話題にしよう。もう、え、何にする？普通に話そう。もう、え、で共通の話題ないじゃん2人の。カスミンと喋るのさ、1ヶ月ぶりなんだもん。いや言い過ぎ言い過ぎそんなやからやっぱり、うん、なんかカスミンが、うん、なんかじゃあお互いの好きなとこ言う。ホテルだった時に寝れなかったのが一番嫌な思い出、うん、どういうこと？それさ君のせいね。ええ、いや一緒のホテルってかさ、なんなかったよね今回のツアー。ね、ずっとこう悲しかった。ずっと、え、私さずっとさ、あの違う、ひなのと一緒で、うん、マジでね、ずで安寧名来んのよ全員ほんまに最悪やった。全然寝れなかった。でも楽しそうだったよね、トランプして。まあね、人狼発祥ですから。え、でもマジでさ、この前のさユナと配信した時にも言ったんだけど、人狼ゲーム楽しすぎてさ。え、それな、え、この前言ったんだけど配信で、うん、人狼18期の人狼ゲーム開発しようってどういうこと、どういうこと。人狼の、うん、あの人狼だったらしたら人狼のポーズして写真を、人狼カードってこと。あー、いいねそれ。なんかカード作るの面白くない？いいね。みんな買ってくれますか、販売したらだから、え、人狼はどのポーズ市民は、市民はこれって農業。あ、農業、ね、農業で弓弓、その農業の中にある木の規約やります。あ、ちょっとよくわかんないですじゃあ私は占い師役。変わんないだって。なんでそういうこと言うの？誰言った人いいよ買わなくても。買うよねみんな、買うって。え、かすみすぐ釣られそうだって。釣られません、生き残ります、絶対に。おこかすみ生き残るんだから。出たらさ、あの集合写真とさ、うん、ブロマイド付きにしよう。いいね、キラキラのね、うん、で私キラキラが好き。10枚に1枚サイン入ってる。うわ最高じゃんじゃあみんなの購入次第で変わってくるとで、みんなそんなやんないでしょ、ちっとけそんな集まることないでしょ。みんな期待で並んでる時に、うん、前後の人とやんないでしょ、その初対面で。え、みんなってさ、その前後の人と話したりするのかな。しないか。話すんじゃない。いや、絶対話しかけたくないし。え、絶対しないでしょ。なんかさ、話題共有したくなるタイプなんだけど。何の話題？好きなものも。あ、なるほどね。企画力がすごいだって。え、でも実行力にさ移せてないからね。授業中に人狼やってたの。誰？ダメだよ、ダメだよ。授業中は、授業中は私ちゃんと聞いてました。
えらいね、公園で隣の席の人と話すって。へえ、仲いいね。すっごコミュ力すごくない？うん、無理だもん私絶対。ゆうみは誰なら話しかけられるかな。なんか前の歩いてる人がなんか落としそうな時とか。それは普通でしょ。 DJ タイム。え、2人で一緒に DJ タイム、すごい。 Thank you DJ タイム。ねえ、人見知りだから私も話しかけられない。ゆうみに取り憑かれてるって言われた。誰に取り憑かれてないよ。パターゴルフのリベンジね、そういう企画めっちゃ面白かったからさ。なんか家もやりたかった、ちゃんとパターゴルフ楽しかったね。なんか家たちのレッスン楽しかったよ。え、めっちゃ長かったよね。でも申し訳ない、ね、めっちゃ待ったよね。私たちの列が一番長い、一つ時間にかかる長かったって。え、みんなさ、あのぐらいなんかガヤっていうの、うん、入れるのかなと思ったらみんな結構スルーって言ったらしい。うちらめっちゃ短いと思ったよね、うん、他の例に行った人どうですか。そんなこともない。なんでミラーボールは DJ なんですか。やっぱりミラーボールは DJ がお決まり。チェケ。ゆみさ、失恋ショコラティアずっと見てるんだ、ドラマ。私全部見た。まだ途中。ネタバレしていい。ダメだよでも最後めっちゃムズがゆい。なんかやだ、かわいい冬が来たって感じ。そうなんだ。さ、全部見ちゃうとさ、もう記憶消して見たかったってなるからさ、ちゃんと見たことなかったんだけど、今見始めちゃったよ。もうインドネシアからありがとうございます。ハロー、すごい。 My name is かすみ。 My hobby is なんていうんだろう、ご新集めってわかんない。社員スタンプ。 I speakI'm not speak English. I'm not どういうこと。そう、なんか記憶消してもう一回見たくなるの。なんか最近さ、めっちゃさ外国の人にさ、うん、めっちゃ聞かれるんだけど。すごいじゃん。 I don't know って言う全部ねえねえねえ、チョコレート、ね、青の箱さ今見れるよね。チョコレート屋に見たい。わかる。血がさ、あの、え、ま、みんなチっていうあの漫画見た方がいいよマジで。めっちゃおもろいから。めっちゃ、なんか人によるけど。青の、でネットフリーでさ最近配信中なので、ぜひ気になった方。すごい、ゆうみさこれ結構私子さんなんで。チョコ食べたい。チョコ早くない季節。え、見て、ハローかすみ、I from Japan ってきた。やめて、日本語で言って。いいね、そう、ちちちち。おお、負けない、負けました。すみません。ね、かすみ話そうよ一緒に。え、何の話する？いや、いつも話してるじゃん。え、そんな話しなくない？え、かすみいつもスマホされちゃってるもん。ね、言い過ぎねそれは。本当だよ。じゃあいいよ、共通の話題ちょうだい。じゃあさ、そんな話したいならさ、そっちから今日話題ちょうだいよ。怖わーちょうだい。怖わあるの。え、カスに話すことはないから。ねえツアーの話しようよ、ね、ありね。なんか、うん、みんなツアー振り返りたいっていうのが多い。え、なんかさ、私も全然振り返れてなくて。振り返ろう。なんか一人で振り返るより二人で振り返った方がね。一番苦戦したダンスは蜂のスタンスでしょやっぱり。え、ごめんなさい、あの、言っていい、うん、青春のラップタイムがむずかった。いや、ほんまそれマジで。え、あのフリールの時にカウントがずっとできない。え、マジでもう本番前もさずっと練習したいね。したで、カスミンは本当に偉いから、うん、ずっと練習してるんですよ。いや、お互いね、お互いしてたじゃん。偉いとかじゃないじゃん。青春ラップタイム以外にもずっと練習してるので。それはお互いでしょ。好感度爆上げ。ありがとうございます。一応練習しました。一応じゃなくて練習してますからみんな。いや、お互いね、それはやめて。なんかその青春ラップタイムってさ、なんかさ、ちょっと一見そんな難しそうじゃないなって思うんだけど、うん、え、そうなの、マジで難しい。みんなやってよ。でもさ、めっちゃラップタイムの歌詞良くない？え、いいんだけど、全然バス使わないで自分で走るんだよ。めっちゃ良くない？自己ベスト出すんだよ。だって好きな人に会いに行くから。
やばくない、めっちゃ乙女。そうだから大阪、大阪だよね、大阪公演で終わった後ずっと聞いてた。だとだから私さ、あのサインでさ、そのやつゲットした人マジでおめでとう。おめでとうだって。で、快速と動体視力の工藤さんめっちゃ良かったって。え、そうやってこっちで言って、佐古さんはこっちで言って、それ佐古さんはです、どうでしょうか。佐古も良かったですよね。なんだろう、そうラップ全部変えたから私、メッセージ変えた。あの最高歌謡良かったよ。マジで不安すぎた。あの曲楽しいからさ。ねえ、わかる。よかった。でも12秒が好きやち。12秒もよかったけど、あのダンス難しかったよ、めみ。そう、ラップタイム経験したらそんなだったよ。快速の両手振りが良かったって。このさ、急に両手振りって言われてさ、ね、びっくりした。意外に間違えそうになった。でもあれ絶対間違えるよね、一回は。片手もやっちゃってるからさ、ね、こんなんだった。イエミンのイエの自己紹介、血液型面白かった。それな、イエミさんめっちゃ面白かったよね。めっちゃいつもなんだけど本当なの、あれ本当ほんと。で、本当に血液型いたのよ。あ、そうなんだ。 A 型だった。私バラの儀式やりたいんだよね。いいね、いつかやってみたい。でもツンデレも良かったよ。ありがとう。でもバラの儀式めっちゃ良かったって。バラの儀式絶対、なんか写真めっちゃ可愛かったんだけど、めっちゃ可愛かった。なんか回ってきました。でもね、あんなかっこいい やるとき機会ないから、ないマジ最高なんて。ありがとう、嬉しい。ツンデレありがとうございます。私だってツンデレなのかも。何なんて言ってたっけ、セリフ。別に好きじゃねえし。わあ。ね、こっちでカスミのカスミ色気あるよね。だからこれこっちで言って。私に褒めるやつこっちで言ってくださいよ。見て、快速は窓のところ。あ、仙台のキスキャンペーン最高でした。ありがとう。バラの儀式ええねって来てるよ。よかったね。いいよね。ね。尊い。見て、快速の窓のところ窓って書いてる。そう、窓。これちゃんと窓の、ね、形でこう引かないと怒られるんだよ。ね、誰がさ、そのエピソードしてるの。振りコピする人は絶対この窓はこう絶対窓の形でやってください。ときめきはくれしね。で、この時はあの最初のなんだっけ、一回し目は動かないんですよね。その窓の。でこれで移動するんだけど、クレッシェンドの時はこれでクレッシェンド移動して、これでね、いつも通り。ぜひあの振りコピする人はあの、ね、見て、ドボンライブで2人のユニットみたいだって。でもさ、お互いがさやりたい曲違うかも。なんかそれ、なんかどうなるか全然知らないよね、詳細知らないよね全然。なんかでもユニットと全体曲選べるっぽい。でもなんかさ、でもスケジュールに入った時一番感動したかもしれない。ね。ね、感動ポイント。感動ポイント高いです。ユーミンツンデレのセリフ。ね、一緒に出られるの嬉しいね。ね。今更感じてるわ。ユーミンさん嬉しいねって話したのにさ。何？ラインしたじゃん。出られるかもねみたいな。覚えてないや。なんで？そう、既読無視だった。既読無視だったの、ひどくない？私がさ、なんかギリギリにさ1時あれが多分ぐらいだったんだけど、あのギリギリ LINE したら無視だったの。そうだった、ごめんね、普通に。セブンティーンいいよね、私さ、あ、ごめん。セブンティーンの歌詞めっちゃ好き。18出ないかな。でもセブンティーンやる機会ないだろうね。ね、絶対ない。うちらがやるとき、もう可愛いしね、曲が。なんか18期全体でやるときってなんか17期さんみたいな可愛い曲ないよね。一回終わったことない。思い返したことない。昨日よりもっと好きやりたいもん。絶対ないですね。絶対ない。セブンティーンも絶対ないじゃん。全然ないからないですね。悲しい。ツアーでさ、好きな曲なんだった？全体でってこと？うん、バリューでしょ。あ、バリュー好きだわ。バリューめっちゃ聴いてたわ。ずっと歌ってたもん、うん、ずっと歌ってました。だってめっちゃ歌詞良くない？だってさ、どんな世界中の美女たちよりもさ君がいいんだよ。もうなんだよそれ。やばいでしょそれ。熱すぎ。それを私の前でももう一回やられました。はい、もう言っちゃうぐらい好きです。
めっちゃ良くない本当に。だ何が好き？なんだろう、あのリーズンが。あーリーズンいいね。えそれはリーズンもわかる。えなんで好きなの？ でこの世界中でもうあなたしか見つけれなかった。だってあ何人もいるのにさ、何人何億人っていうのにさ出会ったんだよ。えぐくない？すごいいいね。ねいいよね。でもさアゲハチョ良かったって。アゲハチョもさ重い感じのさ歌詞だよね。めっちゃ好き。アゲハチョね雰囲気にどっぷりハマるからすごい好き。えかっこいい系の曲やってるじゃん。意外とやってるよ。えツアーでやってないですみたいな感じで話そうと思ったけどやってた結局結構え私全然やってないかもそれ言われると。えかすみなんかね青春みたいな感じのね、だ元気系みたいな、うん、ね多かった。やだ元気系やだやだじゃないけどなんか可愛い、めっちゃもうブリブリな可愛い曲やりたい逆にね、うん、美しいだってアゲハチョありがとうね。あと何があったっけね。おめすきありがとう。山抜き愛え、ね、やってたじゃん。やってたけどでもなんか納得いかなかった。えブルーローズやりたかった。そういつかやってみたいやつに入ってるブルーローズ。えなんかタワー来たありがとう。なんかタワーの時さ反応どうすればいいか分かんないんだよね。ありがとう。半沢さんこの人ね、うん、キラキラキラッピ好きっぽい。そうなの？キラキラキラッピこの前会いました。いいな。この人ねとか言っちゃった。この人ね半沢さんありがとう。タワーって難しい。そう私ダンス曲そうダンスのイメージないじゃん、うん、なのにさ選ばれてさすごいじゃん。びっくりした。これ踊れてたかなちゃんと。え天使の尻尾やりたい。ダメえでもめっちゃさパティさんとかやってたらめっちゃ可愛いと思ってたけどなんか、うん、結構可愛い系やらせてもらう機会多いからイメミがかっこいい曲がいいな。ねいいよな。なんかさイメミ綺麗だしさ可愛い系のやつもやるしさいいなって思う。なんか、まあ、可愛い系やるならいつも前髪が欲しいって思っちゃう。あーねでも綺麗系だったらいいくない？それはそう。えあのそこミラだけどさバイバイバイやりたいもん私。バイバイバイだから家見て可愛い系多くない？ね DJ タイム DJ タイム。あ隣のバナナね。なんかあれ歌詞がさなんか問題になってたよね。問題っていうか柏木さん言ってたよね。テレビで見たよ。ね。レミンブルの前やってみたい。衣装着てみたい。え、ジッパーやりたい。ユミさん、ワンちゃん選ばれるかと思ってた。ジッパーやだ。なんか選ばれるかと思ってたユミ。え、選ばれてもおかしくないよね。ジッパーのイメージあるもん全然。おしめしもやりたい。でも可愛い、めっちゃ可愛いやつやりたいの。何？何か、ね、ツアーの裏側とかにしよう。そうだねやりたい曲ばっかりやっちゃった。それはまた次回にしよっか。オオカミとプライドいいね。なんか裏側って言っても別になんだろうね。なんだろう神奈川の時は、うん、あのね7人で集まったよね。え楽屋も全員ずっと一緒で18期一緒でね、ずっと笑ってた。うるさくうるさいぐらい笑ってた、ね、うるさかったな。なんかさあれだよね、うん、一緒に映画見たもんね。ね恋愛のやつだよねなんかあれ、うん、あしんちゃんがあれあしんちゃんも見てしんちゃんも見てしんちゃんも見て最近しんちゃんにハマっちゃってさ結婚してありがとう。私ロボ父ちゃんマジみんなロボ父ちゃん見た方がいいよマジで泣けるから。あのしんちゃんあれだよねあのちょっとめっちゃ怖いやつ。そうなんだっけあれ、ね、なんだっけあれ引っ越し物語じゃないけどなんかサボテンのサボテンじゃないかあれなんかよくわかんないけどなんだっけ名前忘れちゃった忘れたけどフラミンゴのフラミンゴじゃないや。あそうえフラダンスじゃなくてなんだっけめっちゃねあこれサンバサンバだサンバサンバのやつめっちゃ怖いよ。怖いの猛烈大人帝国の逆襲だって初めてです。でもユミワールドってあるんだよクレヨンしんちゃんで、
てかさ夢見って歌詞多くない？うん、だから闇って言われたらすっと切ってくるいつもらしいです。顔は冷静なふりしてるけど、え、ドキッてドキッてくるの、かわいいね。え、大人帝国は泣けないですよでも一時期さ急にさクレヨンしんちゃんとかドラえもんとかめっちゃハマる時期ある。急に18期でツアーやりたい？やりたいでしょ。できると思う？いや、わかんないわかんない、それは昇格できるかな、それもわからない。だから人生楽しいんじゃない？どう？そうだね。でしょ？来た、伝説を呼ぶ踊れアミーゴ、絶対それじゃん。そっちじゃん。誰ですか、大人帝国とか言った人。絶対それです。あとヒロイン失格見ましたね。でも途中までしか見てないよね。うん、途中までしか見てないけど。あと何見たっけ？それしか見てないそれしか見てないか。え、なんか見たくない？映画みたいな、なんだっけ、見てないっぽいわ。でもなんかさ17期さんと一緒にさやってさ、うん、なんか昇格したいなって思った、さらに、ね、あとツアー単独さライブやってみたいなって思った。わかる、思った。トメイサさん、クマありがとうございます。じゃあ18期のライブツアーの名前は、ね、第2回18期ファミ待ち遠しいなって。確かにやっぱ18期やな、西の第2ファミは。あ、いいね、それいいね、それいいね。なんか2年目だけど。でも19期あるらしいよ。してるよ、いいね。みんな行くの？みんな行くの。なんかさやっぱ2年経ってもやっぱ18期やなって言いたい。いいね、泣いちゃう。言いたいね。でもそれってさ5周年ぐらいの時に2年で思い出深すぎなのよ思い出深いよ。でもすでに、おお、行かないって本当か？当たれば行きます。だって、なんでや、当たって。ナーロブさんありがとう。欲しい。18期ツアーね、あるかな。あったらみんな泣いちゃうかも、普通に嬉しくて。私も泣いちゃうよ普通に。18期みんな来てくれる？話してる時泣きそうなるもん、感動して。え、動画さ以上泣きそうになるよね。え、動画ねえ、動画送ってるの誰も反応してくれなかった。日野もしか反応してくれなかったもん。あの人はデータ消えたからでしょ。だってさ18期ツアー泣くのが夢だって。私も18期ツアーやったら最後のさコメント一人ずつさ感動のコメント言ってこう。長いよ、8人だよ。8人だから言うんだよ。みんな耐えられないでしょそんな。もう冷めちゃうよ熱が。冷めない、感動する。8人だから。じゃあ入れる最後にそれ、うん、最後に。やっぱりなんか18期でギャルコンのステージがなんていうすごい好きだし早くないか。なんかいつもね恥ずかしいんだけどよさ、毎日道歩きながら考えてるんだよそういうこと。え、最後のコメント、うん、マジで早い早い早い、考えるの早いよ。生誕祭のコメントとか。え、それわかる、それわかる。あとツアーのコメントの考えてる、いつも。じゃ私はこういうわ、8人でこの日を迎えられてすごい嬉しいですし、8人でこのメンバーでよかったなって思いましたありがとうございました。なんかやっぱりなんかやっぱ向いてないかなとか思った時もあったんですけど、確かに18期のみんなのステージ上で目が合うあの目とかすごい感動して、やっぱ18期やなって思いました。マジで、あの永遠があるのならば18期みんなで一緒にいたいですなんか、え、本当にこれはマジでもう心から思ってることなんだけど、18期だ、あの18期でパフォーマンスするときなんか笑顔じ
ちゃになりたくなくても笑顔になっちゃう。え、わかる。マジで。蜂の巣さとかさ、結構きつめなハードな曲だけどさ、うん、自然に笑顔になってた。そう。快速とかもなんか目合う時あるじゃん、うん、あそこでさマジで笑っちゃうんだよ ね。もうなんか楽しくて、なんか心から楽しめてる。今日卒業するもしかして。そう、思春期のアドレナリンやりたい。いいね、それやりたいの。18期っぽくない？え、なんかさ18期らしい曲さやりたい。え、アドレナリンマジで18期っぽいよ。たくさんやりたい。え、なんかさ、でも18期ってさダンスナンバー系とか多いからさ、ね、たまには可愛い曲やらせてほしいよね。たまには可愛い曲やらせて、お願い、お願いします。なんか難しい曲多いよね。なんか難しい、難しくてめっちゃ踊る曲みたいな元気系の曲多いよね。え、待ち人やりたい。めっちゃ静かじゃん。え、待ち人よくない？ゆみさん、え、私卒業曲さ待ち人にする。早いけど。え、そうでしょ大体。でも街人さ感動する。なんかさ歌詞が深かったんだよ。でもポールスター好きなんだよね。え、私もめっちゃ好き。いい曲だよね。この前話したんだけどさ、うちはユミだけ倒れて引っ張られるとかなんでしょ。ユミバンドね。見たことあるかな。あの本当に激レアなんで、多分見たことない人の方が多いと思うんですけど、なんかね、僕の君と僕のポールスターであの倒れるんですよみんな。そう、2番の時にってね、ドミノみたいにね。それ最後に私だけ取り残されて、久保ひなの引っ張られて。私ね、え、違う、私が引っ張るんだよ。あれひなのでしょ。いや違うよ、私が支えて見つけるんだよ私が最初に。だからそれで引っ張られて立ってキャーみたいな。そこいつこの前笑っちゃったの。これだよね、うちらのポンって。やりたくなかったけどやらされたんだもん。だってポーズ決まってなかったじゃん。ポーズなんて微笑んでくださいって言われたら。いやこれだよ。おかしいでしょ。ちょっとなんかちょっとあの気まずい感じのこれ。やっぱりとっちょっとっちょっとっちょっと。誰も知らないから。これうちらしかわかんないの。先生がいつもなんかたーたーたーじゃなくてとっちとっちとっちって言ってくる。それがめっちゃあの面白くて。面白い。誠のすけさん、ありがとう、かわいい、嬉しい。そう、それが大好き。それが大好きで笑っちゃう。それが大好き。でもめっちゃ褒められたよね、レッスンの時。え、めっちゃ褒められた。そう、もうレッスンの時にもう私たちがさ事前にもうここ注意されるから絶対ターターターじゃなくてトツトツトツでやっていこうねって事前に決めてて、うん、でみんなめっちゃもう返事とかちゃんとしようって言って言ったんだよね、うん、でそしたらめっちゃ褒められたよね。うん、ポールスターはやっぱりなんか青春とかをギュッと集めた曲で、そうそうそう、なんか図書館にいるなんか清楚な女の子じゃなくて部活終わりのなんだっけジャージ着たみんなが踊るっていう。そう、なんかでもそこもあるんだけど、うん、あのちゃんとなんか大人っぽいところ、うん、清楚な感じのところもあるんですよね。そう、なんかこうあとかき分けて、そうかき分け、かき分けとかね。そうそうそう、結構意味あります。なんかうちらにしか出せないようなキラキラ感みたいな、うん、それがテーマでした。どうですかね。出てましたか。すごい。どうですか。ポールスター大好きなのよ。でもなんか振り付けの先生はみんなでこの振り、そう、踊ってほしいって言ってたから、ってたぜひ振りコピーしてくださったら嬉しいです。して、ね、青春ギュッとして。で最近どうって聞かれて、うん、聞かれたよね、最近これやってくれる人いるみたいな、うん、なんて言った。結構やってくださる方増えましたね。そうそうそう、結構やってくれる方増えましたって言いました。あとここのとことかなんあるよね、そことか旅のとこ、振りコピーポイントでみんな振りコピーしてください。サイリウムとかでもねこうやってくれてたら嬉しい、うん、そう。でも振りコピーじゃなくてもゆらゆら振ってくれるだけで嬉しいですね。真似やすくてマジで良いだって。よかった、ありがとう。これのさ真似いつもしちゃうけどさ、うん、共有できないのが悔しいね。これはもうレッスン受けた人にしか分かんない。優しくて面白い先生なの。そう、大好きです。予備ファンとかのあれだよね。そうそうそう、先生。あとファーストラビットとか振り付けてくださる先生をつけてもらいました。え、知ってるよ。え、誰？
すごい知ってる方もいるんだね。すごい詳しい。そう、お会いしたことあるの？すごいね。え、すごいね。なんで？呼び捨て嬉しい人？何が？呼び捨てで呼ばれたい？ゆめみって。別にどっちでも。どっちでもいい人でした。8時50分だって。早い。まだ一緒にいよう。お腹空いた。つかないでしょ、お話してたら。いきます。お腹空いた。つくみたい。かすみんはちゃん付けされ捨てそう。うん、てかかすみんが多かったかな。え、ずっと。うん。え、何だった学校の時。夢。夢。なんで夢まで行って今まで行かないの。夢。なんで夢。夢。え、夢です。夢らしいです。夢です。私はかすみんとか夢かすちゃんとか、あとなんだ、夢しか呼ばれたことない。ほんまに、うん、嘘だ。夢見は誰もいない。すごい珍しい。高校の時は夢見だったけど、うん、夢だった。私かすみんとか普通にかすみとか。かすみちゃんいないかも。でも夢かわいいなってきてる。でしょ？でしょ？かすちゃん。髪の毛か。かすみ。かすはないです。別かす嫌じゃないけど。さこって呼びやすいだって。ね、さこってよく呼ばれます。かすとか言われない？かす言われないよ。みんなちゃんと考慮してくれてたのかな。サコユメミって言いたくなっちゃうって。ね、みんな言うよね、それ。サコユメミってカスダメ。カス悲しい。なんかクルカス呼ばれたことない。カシュミン、カスミンでよくない。マクドナスケさん、ケーキありがとうございます。食べたいケーキ、ショートケーキ食べたい。こっち口に開けてたら口に入るのかなって思って。入んないでしょ。カスカスダンス。私さ、キャッチフレーズカスカスダンスにしようとしてた。危ない危ない。入った、ありがとう。みんな口に入った。やばい人じゃん。ありがとう、口に入ったよ、たくさん。お腹いっぱい。ゆみさん、好き好き大好き、やっぱ好きがいいんだよね。なんか一回聞いたことある。一回やったことある。そこミラで一回裏で聞いたことある。ゆみのことが好き好き大好き。でもちょっと長いかも。なんか夢でも会える、さこ夢に。ちょっと長いかも。そう、うん、賢いです。なんか家のファンじゃない人でも叫べてさ、うん、あのこうやってさ、推しのこと、弓じゃないよ、推しさんでも。でもさ、 AKB って賢いなくない？賢いのさ、そのなんていうの、あのね、そうそう、掛け声がね、掛け声、うん、あんまりないかも。そう、あんま聞かないからさ。一回 やりたいな、ゆみは。そう、ガチ恋工場。なんて読むのこれ。工場じゃない。工場。ガチ恋。なくない？ないね。言いたいことがある。あれどこから来た文化なんだろう。わかんない。やっぱりかすみは可愛いよ。好き好き大好き。ああ。女の。やっと出会えたお姫様。俺が生まれてきた理由。確かに。それはかすみに出会えたね。してほしいのだって。一緒に人生歩む、ねね、してほしいのだって。世界で一番愛してる。ねね、してほしいのだって。愛してる。してほしいのだって。どっちでも OK です。ってくれたらさ、テンション上がるよね、なんか。まあ確かにね。あんまり聞いた。どう？でもやる曲なくない？あの夏じゃない、やっぱり。なくない？ポイントやる。やるポイントなくない？それ。結構な長いからさ。愛してる、ありがとう。
あの夏、待ってあの夏はちょっと一回流して流してけど、えあの夏の、いや最後じゃない、最後の東京終わって、あの最後のあの夏のってみんなもう東京終わって初恋終わって、うん、言いたいことがあるんだよ、やっぱりなんとか可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと出会えたお姫様だけじゃなくて、中途半端どう、中途半端じゃない、ちょっとそこまででいいんじゃない、もう確かにかぶせる、えかぶせてるか、みんなかぶせてるでしょ。あ、感想の時か。え、感想とかあるっけ。じゃん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 、違う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 、せーの、言いたいことがあるんだよ、やっぱり霞は可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと出会えたお姫様とか言えないんだよ、全部そうじゃん。え違うよ、ここの感想言ったのよ、さ17期さんと18期でこうやって踊る時の、そう、踊る時どういうやつだっけ、チン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 、一緒じゃんね一緒じゃん、なんだよ、一緒じゃん、なった今一緒やん、デジャブ、一緒じゃん、私感想とかでやりたい、感想、感想とかな、感想が思って短かったんだよ遊びに来たよ、だってありがとう、めっちゃお腹鳴っちゃったコーラ飲んでくれば、あ、18期で女のやることないと思うけどね、多分やる、だってないでしょ、大変だねこれ、かすみんこんばん、こんばんは、あ、工藤かすみです、18期研究生です、よろしくお願いします、こんばんは初見だと思う、え初見、あ、こんばんは、え、かすみ一人占め、いいな工藤さんの配信ですか、あ、一応今工藤さんの配信かな、今どうなんだろう、第一印象、あごめんね、みんな変な人だなって、お腹あるの恥ずかしちゃった、ね、コーラいいな、コーラ飲めるんだ、大変申し訳ございません、皆さんお戻りになりました、ちょっともうちょっとガブ飲みしてくるね、うん、私が繋いどくから大丈夫だよ、ちょっと安心して、買ってこよっか、結構、え、買ってきてお願い、私結構繋ぐのうまいんで、ダブルカスミン配信、はい、あ、ただいま、みんな家に帰ってるかな、大丈夫かな、でも私全然コーラ飲まないんですよね、コーラ飲むの苦手です、たくさん読んで、読むよ、じゃあ今だけ名前呼ぼうかな、デキさん大好きさん、あらまた行っちゃった、行っちゃいました、どっか、タバオさんこんばんは、こんばんは、ドラガンさんお家にいるよ、いいね、なおちゃんも何その神企画、イエイえ、母さんコーラ毎日飲んでる、え、体に悪いよ、た、マコピコニャンさん炭酸苦手な、苦手、苦手じゃないよ、嘘ついた、ごめんなさい、しんくんさん、ゆめみんがコーラガブ飲みしてるのが意外すぎ、いや絶対ガブ飲みじゃないよ、お、フリーダムさんファンタ好き、私も好き、あのねグレープ味が好き、埼玉ポーズお願いします、テレチャンクさん、皆さん大変申し訳ございません、帰ってきました、ありがとう、何これペプシじゃん、ペプシ、え、明日から録音の準備中だって、どこ行くの、羨ましい、みんなごめんね、ね、夢見て旅行行きたい、行くじゃん、
旅行じゃないじゃんあれ。プチ旅行しま、うちらでハロウィンするんだよね。そうなのハロウィン。何の仮装してほしいか。あ、いいじゃんそれ。何も決まってなくてピッチなんだ。投稿するからさ、もうすぐだよね。そうなの。先日握手会ありがとうございました。こちらこそ。いや。めっちゃ美味しい。みんな絶対教えて。やってほしいコスプレ。キョンシー。ダメだって。聞いといたくせに大変申し訳ございません。バットマン。めっちゃいいやん。よくないでしょ。バットマンの映画めっちゃ見てたじゃんかすみ。にえあれバットマンじゃないし。セーラームーン。シーサイドスクワットのやつ。いいね。メイドさんやっぱメイドの好きなの。バニーガールだって。ダメらしい。ラプンツェルだって。難しいよねいいでもそれ。プリンセスやりたい。やだ。コスプレ何がいいと思いますか。魔女だって。ダメらしい。じゃあ君のバタまで本気で飛んでいっちゃおうかな。チーカも待って。かわちいかも。ハーレイクイーン。いいじゃん。いいと思ってないやつじゃんそれ。渋谷には行かないんですよ。渋谷とか怖いとか行かないよ全然。まあ、絶対一緒行きたくないかも。でもさ今めっちゃ規制されててさ、ハロウィンないよね。陽気なサザエさんだって。どういうこと。陽気な見て、ゆめみんがプリンセスでかすみが魔女かななんて。え、ちょっともう通報しようこの人。フレート通報しよう。ダメだ、いいよ、まあ、いいよ、誰だ魔女とか言った人。いいよいいよ、怒るよ。ねえ、サンリオのハロウィン行こうよ一緒に。もう終わっちゃうから。でも行ってきたんでしょ。1回で誰が足りると思うの。ごめん。じゃあ私ペックル。いいじゃん。さっきペックル好きな人がタワーくれたから。あ、そうなの。ペックルに会ってこようかな。うポリスマン。サンリオ行くようだって。え、誰が。いいな、いいな。サンリオね、そうちょっとね行きたいんだよね。一回だけで足りる人おかしいと思う。もうみんな号泣しそうになったんだから。何がいいかな。普通にさ、天使と悪魔がいい。え、うち天使ね。普通に私が天使でしょ。なんでよ。おかしいよ。え、18期とサンリオクラブやりたくない。ジュネルクさんが前さやってたよね、コラボみたいな。泣いちゃう。あれマジでやりたい。泣いちゃう。そしたらマジでやりたい。あれいや、すぐ泣いちゃう。マジでやりたい。あれないかな。もうそしたらもう可愛くして。めっちゃ可愛かったくない、ジュネルクさん。ね、めっちゃ可愛かった。いいな、羨ましい。年パス持ってるよ。だから年パスだからピッて出してます。もう、うわ、天使って天使でよくない。それはやだ。なんで。天使と悪魔でしょ。私天使がいい。いや、いいよ悪魔で。優しい。いいよ全然悪魔。結局私悪魔になるじゃん。じゃあいいよ悪魔で。だって今黒好きだし。今日真っ白だけど。嘘じゃん。今日真っ白だけど黒だし好きだし。悪魔ってどんなポーズ。天使はわーこうじゃないんだ。うわーなんだ。ヴァンパイアだって。いいかも。やりなりたい。ミサミサミサやりたい。え、ミサやりたい。私ミサミサやりたい。みんなのことデスノート2回以上もう、ね、やばやばみんなのこと。じゃみんな心臓シーンまでちゃんとかすみんのことが好きすぎて心臓ちょっとやばい。不謹慎チャンネルやばい。この人ダメ。かすみんやばいや本当に。みんなデスノート知ってるかな。怖い。とミサミサやるのは金髪に染めないと絶対やりたくない。そうだね。でも絶対似合うと思う。うち
やばすぎワロタ、本当にやばいよ。ワロタやめて。禁止用語だよ普通に。バンされちゃう？うん、早くバンされた方がいい。ね、言い過ぎでしょ。そんなこと嘘だけどね。親しき中にも礼儀ありだよ。誰が言ってんの？ふざけて言っただけだよ。デスノート世代じゃないってのは全部見た。でもさ、マジで好きだった。てかうちさ、お兄ちゃんいるからさ、その影響です。キラ、キラいいね。キラだから。そこのね、アニメのボイスいいのよ。みんな聞いてみて。実写もどっちも見たもん。どっちも好きだな。わ、アナピーさんありがとう。パク。カスミ怖いって。ごめんね。嘘だよ。怖ー。嘘だってば。L じゃないの？どっちもいいと思う。L の座り方真似してた人いるんだけど。すごい達人だ。面白。デスノート落ちたら拾いますか？拾わなくてもいいかな。ね、殺したい人いないから大丈夫。ね、やば。え、何が？え？本当。あのショールーム上では星とかになってるんですよね。コンプライアンスか、ごめんなさい。キラだから。握手会って決済期間中じゃない？そうかもしれないけど嘘ついちゃった、ごめんね。鼻かゆい。花粉症じゃない？え、今花粉の時期なの？ね、じゃあ天使と悪魔じゃない？やっぱりそうだね、みんな送ってくれなかったね。 ね来るかと思った。ね、全然送ってくれなかったね。うん、え、ゆみやりたいのさ、写真送ったじゃん。どんなやつだっけ？覚えてない。実は買わないといけなくない？うん、早くして。早く行こう。どこ行く？早くして。テロップ大丈夫？まあでも分かるでしょ。じゃあアルバムにするね、ちゃんと。いつか。え、本当に天使と悪魔するの？うん、本当にするの？うん、え、本当にするの？うん、違うのじゃなくて、猫とかじゃなくて大丈夫？だってあそこに行くんだよ。猫でもよくない？ダメみたい。で、変えたよ、かすみのパクリにして。あれ、パクったの？だから予約受付中怒られるよ。予約受付けてないよって。アルバムは予約中。今それに発売でいいんじゃない？発売中です。まあ私はみんなのこと信じて買えないです。猫？悪魔と悪魔で。え、悪魔と悪魔なら悪魔と天使やるね。やば、近すぎたはず。じゃあ、うん、みやみが、うん、あの魔女やるから、うん、猫役。なんで？なんで？キキみたいな感じ。え、キキ？え、うち何？ララ？キララやん。キララやん。猫がいい。キキちゃん、え、猫がいい。女の子の名前なんだっけ？見たことない。私マジ魔女の宅急便何十回見たよマジで。もうね、おばあちゃん家にね、魔女の宅急便の DVD しかないの。いや、思い出の前にしか見たことない。え、それ見たことない。一番好き。ジジだって。ジジとでキキか。ゆえみね。じゃあジジイになります。びっくりされるかと思うんだけど、千と千尋も見たことない最後まで。あの、お母さんとお父様が豚に変わるシーンまでしか見たことない。なんでそこまで見たいん？逆に。逆にね、ジブリ見てないとダメよね。でもジブリすごい好きなの、世界観も。いや、名乗っちゃダメよ、ジブリ好きって絶対に。私公言してないけど、心の中で思ってたり、あの名言集見たりするの好きだよ。なるほどね。だから見たいんだけどさ、見る機会がないの。あれ配信されてないもんね。うん、海外では見れるんだよね。スズメの戸締まり見た？だって見ました。新海誠監督大好き。上見、
新作俳句してほしいね。あれでしょ、秒速5センチメートルでしょ。え、出るの？なんか実写があるらしいです。実写？わかんないけど。え、ラピュタ見たことあります。え、マジでそれな、君たちはどういう系か、ほんまにさ、ごめん、私にはちょっと早かったね。もう難しかった、友達と見に行ったけど難しかった。なんかみんながやってるさ考察みたいな見たけどさ、うん、全然ダメでした。でも君の名は好きなの、めっちゃめっちゃ君の名は好きでさ、ミハだね、あのさ5回ぐらいもう、ね、めっちゃ好きやん、めっちゃ好きやん、嬉しい。だから見れるの。でもなんか最後気、私最後めっちゃ気になるタイプの人なんだよね。もうあの後のな、どうなったの、見つめ合って終わり、何があったのそれが想像するのが楽しいんだもん、ゆみね。でも私結果知りたいタイプ。え、興味なさそう。でもゆみは圧倒的に、君に、圧倒的に君の名は、風立ちぬも見たよ。君の名はがマジで好き。もう手に、もうネタバレになるんですけど、手に、ダメだよネタバレ、好きって書いてあるの。見てない人いたらどうするの、手に書いてあるの。でもそれ消えちゃうんだよね。一番だとめちゃそれがめっちゃ好き。いやでも結構もう7年前とかですよ。そうだよ、映画見てたもん。だからいいでしょ。え、私さ、もうめっちゃ人持ってさ、もう首こんな一番前でいいんだもん一番前でいいんだもん。 何があってるか分かんないままさ、斜めから夢見てた次の回にしろって。でも次の回も埋まってたの。え、分かるの。そう、混んでたよね、めっちゃ待ってて。いやもうじゃあ前しかないから、せっかく来たからとりあえず前でもいいから見ようと思ってもう何にも見ない前マジで面白い。いやめね、ラプンツェル 3D で見に行って、そしたら 3D 目がね、うん、あのハマっちゃってずっとつけてたんだって。ゆみママの自転車の後ろに乗りながらの 3D 目をつけてた。返さないとないね。返さない、もらえたのその時は。あ、そうなんだ。そうだからずっとつけてたの、うん、おもろ。最善は皆さん、あの見ない方がいいと思う。あの全然見えない、マジでマジで見えないからね。確かに見たことないけど、最前で。ゆみ真ん中派映画は、うちの真ん中よ、ちょい後ろぐらいあれラストマイルみたい、ラストマイル本当にそれ見に行くって言ったのにさ、行ってないよね。今日行けばよかった。時間なかったでしょ。ん、お昼、昼じゃなくて終わった後。いや配信してるじゃん明日行く、うん、暇、大丈夫かも。なんで明日暇でしょ。暇じゃない、明日やあのお姉ちゃんと遊ぶに。なんで連れてってよ。いいよ別に委員会、まあ、明日無理だ、ごめん、寝てやるわ。怖え、なんで通路側取るの。え、すぐ お手洗いに行けるからじゃない映画館でさお手洗い行かないでしょみんな済ませといてよ映画見に行ってなんの最近。私は見に行きました。ミニサイドヘッドとか映画でポップコーン頼む。うん、私もポップコーンと特殊なドリンク頼む、いつも。え、何それ。見て、すごいプレミアムシートが好きだって。おしゃれすごい。え、プレミアムシートどうなんですかね。座ったことある。ない。なんか音響がさ、こっから聞こえるんでしょ。なんか3万円のさやつあるよね。そんなのあるんだ、うん、すごい令和だね。特別な部屋に入り込まれてアイスもらえて。え、そんなあるの。歌舞伎町のなんか最近出てできたやつ、なんかピカリピカリみたいな。なんかあそこのさ、あれすごいらしいよ、映画館。うん、最新のやつらしいです。映画館とか久しく行ってないよ。今帰ってきた政府だって。おかえり、おかえり。まだやってました。え、今何時間ぐらいやってるんだろうね。わかんない。そう、なんかね動画で見ました、3万円の映画館って。21時13分だって。まだまだだね。うん、全然じゃん、余裕じゃんえ、キャラメル派、塩派。塩、私も塩だからいけるわ。一緒に。でもハーフでもいける。あ、私も醤油バターみたいに好きだった。え、あのさ、あの、あそこしかないよね、ハーフにできるの。限られてますよね。そうなんだ、うん、こんばんは。結構ない。ハロー。え、1時間35分しか経ってないの。余裕じゃん。あと30分は配信しよう。あと30分だけね。みんなまだやるのだって嫌、ね、なのやったら。じゃあ切る、ね、終わる。
じゃあもう2人で個人的な話します、うん、ご飯食べながらしますか。帰りたくないのだって全然帰りたくないよ。え、なんで帰りたいと思ったの。怖い。私さ、めっちゃ質問攻めしちゃうんだよね。怖い。ごめんね。優しくないとダメだよ。え、でも気にならない、なんで帰りたいと思ったのか。だってめっちゃずっと話してるのに。怖っ。目うるうるで可愛いね。2人の配信おもろいだって。そうかな。本当はもっとおもろい話あるもん。言えない話、言えない話ばっかりだもん。そうなんだ、そうなんだ。全然言える話ばっかりだけどね。帰らなくなったら困らない？全然全然。おかしいよ、本当は困るけどね。読まないよ。そのゆみさん18期でサンリオピューロランド行ってゆみが招待したい。どういうこと。あのおすすめの場所とか。おすすめの今招待してるじゃん。ん、今紹介してる。今やっぱりやってみたのが18、あのキャラクターをセンターに置いて周りに18期が取り囲んでグリーティングしたこうやって写真撮って。 あのさ、てかさ、ぬいぐるみのファンさすごくない。もうさ、もう私言ったんだけどさ、えそれちょっと禁止用語じゃん。えダメなの、ダメなの。あのさ、キャラクターって言わないとダメだよ。ぬいぐるみ、そのぬいぐるみっていうかそのキャラクター、その単体のね。えこの前言ったんだけど、もうめっちゃあのうわ、私もこういう風にされたら嬉しいんだろうなってマジで学んだもん。なんか研究した普通に、ね、ぬいぐるみじゃないから。えぬいぐるみでしょ、普通にキャラクターだから。ごめん。えでもぬいぐるみじゃん、その物体は。え何、ぬいぐるみとキャラクター何が違うの。違うよ、キャラクターだから。あ着ぐるみか、そう着ぐるみ、そう、まあ、着ぐるみで、もう本当にファンサがすごくて、もうなんかえやだ何みたいなぐらいの、あのなんかドキドキ感を味わえたから、私もそういう風にしようと思って。でもあのさ、やっぱさ、なかなかおしゃべりはできないから、そう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 、表現してくれるよね。なんかえでもそう、表現だけでもすごいの。思わない？わかるよ。動画見せるか後で。いや私も動画あるよ。もうなんか私がハッ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 。えどうや、どういうのタイミングでレッスンすればいいか分かんない。全然やってみて。じゃあどういう時にする。急にやるんだよ。いやそれ普通すぎない。何がそれ嬉しい。それでもでも時止まるから、ね、これで、ね、ただの一瞬のこうじゃなくてこれ、ね、あ時止まってるから。なるほどね。ちょっとよく分かんないけど、うん、じゃあそんなかすみはどうやってやるの。えでも苦手だから全然レッスン遅れないの。自分がやって嬉しいことすればいいんだけど。大丈夫だ、何も考えない。え私全然。でもカスミ結構すごいと思うよ。何が。私上手じゃないよ。そんなイメージがある。なんかさ、指差しめっちゃ好きでさ、うん、なんかさ指差しとか苦手。ただのハートとかだったらさ、うん、私じゃないかもって指差しだとその人に向けて指してるからさ。曲中にできる、うん、どのタイミングで。例えば振りやってるじゃん。君という文字があった時に君でこれなくない。この時のタイミング防波堤ぐらいしかなくない。うん、わかんないけどやってた。それ振りちゃんとやってる。やってるよ、やった上で。どうやってやるの。そう指差しするとさ、自分なんだって。でもみんな気づいて、思うじゃん。でも私がやろうって思った時にみんな見てくれてなかった。そういう時あるよね。めっちゃ悲しい。片思い私だけ、まあ、でも片思い、まあね、恋ってそんなもんですから。入れ込むのうまいだって。誰が。夢見が。
ゆみ、あとみんなのことよくガン見してるかな。私もめっちゃ見ちゃう。なんかえでも普通に見るファンサっていうかレスしちゃう。見るファンレスって何見るレスって何。目が合うと緊張します。私もです。え、私も濃いじゃんそれ。見るってだけのレッスンうまいですそこ早く天使と悪魔のお洋服買わないと。え、本当に天使と悪魔するの結局、うん、2人で天使でよくない別に。え、猫とかじゃなくて、なんかさ送ってくれたやつにさなかったっけ。そんなことあったっけ。やったよ。のの尻尾生やした猫の。え、悪魔じゃなかった。今猫の話してたじゃん。何がいいのかなと。そしたら悪魔だったら悪魔の尻尾生やせるよ。いやでも何でもいいんだけど、私は本当に天使と悪魔で言っちゃったらやんないといけないよっていう。別に言っちゃってさ、サプライズで違かったの方がテンション上がるかな。そうなん、わかんないけど。夢見とあまり目が合わないな。だってえ、かわいそう。ごめんね。片思いなんじゃない。反省します。お互いがお互いに一方通行なんだよ恋って。大反省します。推しにパーカーか T シャツプレゼントするんだけど、どっちがいいかな。だってん、 T シャツらしいです。でもレッスンとかでも使えるよね T シャツ。パーカーは暑くなるから脱いちゃうから。でもこの時期パーカーじゃない。 T シャツだってどこに。でもレッスンの時は絶対 T シャツなもん。確かに暑くなって。じゃあ T シャツの方がいいと思います。ぜひ T シャツプレゼントしてあげてください。欲しい。サコさん天使の尻尾似合いそうって。嬉しい。やってみたいけどね、ずっと実は言ってたのよ最初の方から。実はね。でもやっぱかっこいい系に憧れちゃうの。ナーラブさんありがとう。欲しい。ありがとう。岡山公園でかすみに釣られました。釣っちゃいましたか。他の褒めてるの気づくよみんな。全然気づくよマジで。みんな気づいてないと思ってるけど。え、そうそう、気づいてるぞ。めっちゃ見えるからね、ステージから客席。遠くてもね意外にわかるよね。え、なんか普通にこっちの方向向いてるよね。みんなだからこっちの方向いてるよね。全然見えるからマジで気をつけた方がいいよ。みんな見えてるぞ。え、嵐の夜だって言いたい。またストーミーナイトね。初見です。かすみには見られてないから大丈夫。え、寝てる人分かりやすい。なんか公園で寝てる人いたの、うん、え、でもさ、うとうとしてる人は見かける。いいよね、引き寄とかね。みんなねマジで悲しいよね。悲しいけどみんな疲れて何人来てくれてたなって思うよ。いやだけどなんか私たちのパフォーマンスが悪いから寝てるのかなってなっちゃう。それは思う。私もだからめっちゃ反省してるいつも。結構平日とかね、あくびしてる人と目合っちゃってごめんって言われていいよって言ったことある一種のそれはコミュニケーションですね。そうそうそう。いやなんかみんなお仕事で疲れてるよね。でも会いに来てくれてありがとう。でもねめっちゃ悲しい。私も頑張るね。ちょっとめっちゃ悲しい。そうだよね、眠いよね。わかるよ、眠いのは。眠いの公演申し訳なくない。だったらえ、でもそんな眠いパフォーマンスしちゃったんだみたいな。でも疲れてて眠い可能性の方が高いと信じてるよ私は。いやでその疲れさえも飛ばすようなパフォーマンスじゃないとダメなんだよ。わかる。じゃあもう心の底から盛り上がるようなパフォーマンスじゃないとダメなんだよ。そうですよ、ね、ごめんね。それはそうだから私たちに問題があるんだよ。でもわかる、これ音大きいと頭ぼーっとしちゃう。わかる、すごく。全然わかんない、ごめんなさい。すごくわかる。まあいろいろみんなあると思うけど。まあね、まあ仕事とかね、連日の残業とかね。頑張ろう。だから眠らせないようなパフォーマンスで頑張ってる私。ね、頑張りたい夢にも。確かにね。
確かに眠い時は無理だよね。無理だよ。でも好きでも好きなのに、うん、でも眠いけどどうしても会いたかったんで疲れちゃってるけど、うん、でそれで会いに来てくれたの嬉しいね。それ嬉しい。それは愛だね。それはみんないっぱい寝てください。いっぱいご飯食べていっぱい寝てください。めっちゃ寝てるのにさ超眠い時あるよね。なんか耳だけ。えない。え怖。なんで耳だけじゃん。え寝すぎた時じゃないそれ。耳さすごくさどうしても眠くなっちゃってやるもん。ないそんな時。飲み方嫌なんだけど普通に。そうロングスリー、私マジでロングスリーパーなんだよね。私も寝早く劇場で会いたい。ねどんなのにリリニアしてるかめっちゃ楽しい。途中までが出たよね。暑かったよねあれ。ゆみさんあと楽屋楽しみなんでね鏡増えるって言ってたから。そうなの。そう向井さんが言ってた。楽屋はさなんかあれだよね、使える人とさ使える人いるから。私いつも使えてた。ただれんの時いやんま隣だったじゃんね。隣位置変わるとこあんのかな。そりゃないんじゃない。楽しかったね、うん、でも喧嘩してたよねほぼね。喧嘩してたっけ。ほぼ言い合いだった。でも着替える時楽しい。だってさユニット全部一緒じゃん。そうだよね。いつも写真撮らされてたのことしか覚えてない。は撮らせてないじゃん。嘘つかないでよ。撮ってたよ。でもただれの時撮ってないよ。撮ったよ。撮ったよ。あそこのでもあそこのとこ撮ってたよ。どこよ。あそこのさドアのところ、三角の赤のドアのところ。どこどこそれ。三角の赤のところ。ないよ三角の赤のところ何それ。あるよそこのもう霞のとこの左のとこにある。靴箱ここにあって、そこにもういいです。分かんない。いやでも本番うち自撮りだったよあの時は。あれそうね。楽しみ。どんな感じか全然想像できなかったもん。てかただれんしたい。ライブ中眠かったってたくさん並んでくれたから。えごめんね。ありがとう並ぶさん。ありがとうシャイニングスター。すごい。ありがとう。200食いるからっても言ってるから。どういうこと。えただれん早くしたい。覚えてるのかなユミ。いや覚えて、私は絶対覚えてる自信ある。もう全然もう体に入っちゃってる。ただれはできるよ。ただれもできるけど、うん、他の曲が入ってる。そこミラとかってこと。そこミラ入ってるんだけど。えそこミラめっちゃ不安。やっぱ練習が必要。8人って維持されますか。だってされるんじゃない。多分ね全然わかんないけど。ただれんきっかけでかすみん好きになったって最高じゃん。嬉しい。ん柱切ってほしいって。でもさ柱がさなんか劇場の味みたいなとかあるよね。いい味出してるけど確かにちょっと見づらいなって、まあ、ないやさこの前公演見た時さ、ね、マジで見えなかったよね、うん、こうやる春が来るまでさ全然見えなかったくない。こうやでも歌声で楽しむ曲だからまだいいかもしれないけどさ。いやでも推し面見たいってなった時にさ。それはそうだけどマジで見えなかったよね。こうやって見えたよね。ユニットとか特にマジで本当に見えなかったから。てか端のさあそこのさ来てくれためっちゃ嬉しかった ねてかさマジでデスめっちゃ嬉しくない、うん、思いましたそれを。ね分かる。モニターつけてほしいって思ったよ ねない私たちかな。でも NGT はあるよね。やってるからワンチャンもしかしたら ね確かにリニューアルだから ねあるかもしれない。いいあの会話のキャッチボールだった、ね、今柱は無理だよね。それはあれだもん。柱なくしてたらもっと前からなくしてるよね、うん、外国柱みたいなもんです、ね、すごい。だってさ盛り上がり度を2人で集めたら18,000超えてるよ。すごいありがとうございます。めっちゃ盛り上がってるやんみんな。ありがとう。ねレスめっちゃ嬉しい。でもただれんってさレスする曲少なくない。めっちゃある来ます、うん、もう1曲目からいっぱいあるんだよ。1曲目しかなくない。むしろあとオープニングしかなくない。中盤もあるよ。何言ってみて。曲の雰囲気で壊れちゃうよそれ。あれだよ。何待って何曲。キスマン。あれキスマン。キスマン、まあ、キスマンあるね。あるでしょ、うん、だるい感じもあるよ。ないよ。どこでするのなかったっけ。
君やっぱ君が教えてくれたんだよ、ね、あいやビンゴだあるわ意外とつくないよでもアンコールなくない あるわえあるよめっちゃラブチェイスも意外にあるんだから意外にねいやラブチェイスやりたいラブチェイスやりたいねえさえただれに好きな曲何君が教えてくれた好きなんだよね歌詞だったら君が教えてくれた好きなんだよねでも雰囲気とかで言ったら自分が表現しやすいやつ、うん、言ったらなんだろうだるい感じ好きだもん、まあ、だるい感じとかキスマンの流れが好き、あ、大好き、ビンゴも好きだなえビンゴ好きでしょめっちゃ好き、いいなそこみらもやりたいねそこみらの曲が好き君ねあ落としちゃった後で拾います君だよで沈むどこにあるか分かんないんだもんなんして君さ最終ベル好きなんだよねえなんでチームケーンおいがねあそこねみんながなんか一緒に作り上げてくぜみたいな盛り上がりが好き私はスインリバーも好き君に会うたびこうですね、初恋ドアも好き。あ、初恋ドアめっちゃ好き。サイベル好きなんですよ、私も。あとなんだろう。え、キスマンの霞見て好きになりました。結構珍しいかも。最高じゃん。え、今なんだっけ？そこみら、そこみらあとなんだっけ？アンコールとか？アンコールね、アンコールめっちゃ好きだよ、全部。アンコールは。あれは盛り上がるね。アンコール。メイビーが好きかなやっぱり、メイビーいいよねやっぱりなんか2番まで歌えるからさありがたくない2番の歌詞がいいこと多いからね大声もね初見ですいらっしゃいませいいの全力反抗期やってたいの好きなの結構好きでさ選ばれるかと思ってちゃんとさ全力反抗期好きなんだ歌聞いてさあれ選ばれた人なんだっけなんか反抗しなさそうな人で反抗すると思われてるんだでもバイバイバイめっちゃよくない羨ましいマジでそれはごめんバイバイ最初だけ踊れるようちなんかでも振り変わっちゃったのよそのえあそうだよね結構変わってるやつあるよね確かにエンドロールもだしも変わってほしくないって人もいるよねうん、確かにでもさどっちもさなんかいいよね味があって反抗してると思われてるんだ私ふんでバイバイバイの方が似合ってるよ私あれやりたいってさわかるマジで絶対似合うと思う私マジで絶対似合うと思う本当にわかんないけどこんな感じあ絶対似合うと思う愛しさこんな感じでしょ見たいでしょみんな逆に私の愛しさゆめみとしてやりたい絶対にやまいやゆめみのバイバイバイしか私は見たくないようーやりたいあのさちゃんとセリ使ってさやってんのめっちゃ好きなんだよ ねもう私マジでセリ全然使わないからさもう無だよもあバイバイバイ、うん、確かにセリとかどうなるんだろうね僕はセリはあるんじゃない、ね、劇場特有のやつだからあってほしいけどねでもさ、なんかさ、わかんないけどね。何言おうとした。ババは嫌いなんじゃん。嫌いじゃないんだけどさ。めっちゃいい曲だよ。かっこいい曲に憧れちゃうんだよ私は。私も可愛くて好きだし、なんかさみんなでバイバイできるのよ。あやってくれるの？そう。目合わなかったらちょっと悲しいけど、バイバイできるのがすごい好き。あまたまた抜けている。で客席にセリがついて上がるかもね熱っ客席にセリつくの熱くないそれこっちが楽しめちゃう確か後ろの人も見えちゃうね後ろの人もめっちゃ見えてるよねえみずっとユニットシャッフルやりたいよねいやでもそこ見れば早くないまだまだ見れてない人もいるよそっかでもただれはやりたいね、うん、ただれはやりたい本当にもうそろそろえマジでさ何やりたいただれ10万円でしたクレッシャーのガチでそれはそうね私フェイント1回やったことあるクレッシェンドすごいよすごいわあなたはまあ結構なポジションできますからね記憶力の塊いやでも意外と覚えれるよ全然すごい好きなんかさフ
フェイントもすごい好きだけど英語ちょっと NG だからほんま、あの最後とかやばいよね、埋め込みが NG だから、多分こうめっちゃ歌好きだし、いつもリハで横で踊ってるけど、うん、それ確かに出る前踊ってるよね、絶対踊ってる、今日の出る前ユミのフェイントに見たいだって、私もフェイント見たい、ユミのちょっとね絶対服似合うよ、申し訳ない似合いすぎてだってさあれめっちゃ似合ってたもん、あのなんだっけ何木体の違う、木体のさ、あレイダウンレイダウンマジでめっちゃスタイリーなんかバズってなかったなんかレイダウンさ、間違えちゃってさ、あでも本当にさ、あ出るタイミングね、あそこむずいよね、いたよね、いたもうさ笑うじゃなくてさ焦っちゃってさ、レイダウンね出るタイミングめっちゃ難しいよね、あれさホテさんなんかホテさんといて誰だっけ、ホテさんとかにめっちゃ笑われたもん、私のせいなんだけどね、タイミングあるんだよね、なんかあるんだけど、なんか間違えないだと間違えちゃったもういやでも僕隊出れてよかったね、わかる、フリーダンスしてたから僕隊めっちゃ好きだったな、マジでずっと緊張しちゃった、3回しかしてでも最後の方なんか全然緊張しなかった、僕たちめっちゃ楽しいで終わった、めっちゃ最初の方緊張したけどね、18期の僕たち見たかったって、本当に私もやりたかった、やると思ったけどやらなかった ねやると思ったけどやらなかったね、ミラーボール DJ タイムだ、ありがとう、ね、18期の僕たち絶対楽しいやんね、DJ 天気運の友さんありがとうございます、見せたかった私も、絶対にねマジで泣いちゃうと思うマジで私も泣いちゃう、あの夕日を見てるから絶対泣く自信あるからあそこでさちょっとみんなでさ水溜めやって歌ってるだけなのに、絶対泣いちゃう、あとさ円に回る時でさ18期うわ熱楽しそう、レイダウンもさいろいろ絡めそうじゃない、笑っちゃう、18期でやったらマジで笑っちゃう、レイダーの雰囲気壊れちゃうかも、だってみんなのなんか見たくないもん、なんかレイダーみんなのレイダー見たくない、だからやだよ、もうレイダーだけ禁止で、レイダーだけ禁止、なんらないよね、なんかさ18期っぽくない、僕たちめっちゃ確かにね、ただ私が重ねてるだけだかもしれないけどどうだ、18期っぽいあれないかな、ビバリケー覚えてる、フリー、うん、もう僕隊終わっちゃったからね、あのね意外に覚えてるもんだよやっぱり、ランランランとここの前さ福島でやったんだけどさ、うん、意外に覚えてたもん、フリーの時とか、うん、いいね、体に入ってんだ、なおともさん、推ししかかたん、ありがとう、誰ですか推し、私ですまなちゃんウィンクして、もうありがとうございます、はじめまして、こんばんは、好きなんです、僕たちもう一緒やらないんじゃない、一緒それは言い過ぎじゃない、わかんないけど当分ね、この間福島でランランラン見て僕隊が恋しくなりました、ね、わかる、めっちゃ楽しかったもん、だんだでやったって言ったよ今楽しかった、青春ガールズ、何が好きかな、僕隊結構好きな曲ってか全部練習して楽しい曲だったもん、やってみたかったのはユニットで、うん、あれやってた、なんだっけ、ボクジュリ、あそうそう、ボクジュリやりたい、あれがディフェンスがディフェンスマジでねめっちゃ見せ曲だよ、私はやってる時めっちゃ楽しかったもん、さんてかアイドルとそのディフェンスが良かった、私はアイドル やるかと思われてた、みんなにアイドルっぽいもん、本当に、うん、服が可愛いね、わかる、使いがりいいよね、曲最近アズのメールに山のマジでやだ恥ずかしい、最近一緒だったからずっと、マナちゃん今何時、ありがとう、もう10時じゃない、やだやだ、メールを書いた、さよなら、
なら。最近でもメールがなんか不調で送れないんだよね。早くしね。21時39分になってる。え、さっき39じゃなかった？わかんない。タイムリープしてる？39だ。じゃあ何分に終わる？45分にしよう。いいよ。じゃあもうランキング読みます。早くね。ん？じゃあ先に読んどく？先に耳長いから。長いんだ。長いじゃん。耳が意味あったら読むね。とピンクの衣装好きだって。その間私は DJ タイムありがとう。さえちゃんめでかすみのこと。あ、そう、お土産もらった私の。うん、もらったよ、ありがとう。よかった。毎日かすみのメール楽しみにしてるよって。いいね。ありがとう、送るね、いっぱい。夢見は圧が強い人。ライブ13歳の方から行きまーす。ちょっと髪の毛整います。なんで？だってもしかしたらスクショしてくれるかもしれないじゃない。宿のうどん行きます。じゃあ、あげる人いない。まなちゃん、あげる人いなくて。ありがとうございます。まなちゃん、ね、誰にあげようか。ありがとう。え、奇跡は間に合わない。 やりたい。そして12位、こっちなんだよね本当は。12位、たけさん。リセット公演もいいですよね。ありがとうございます。やりたいリセット。いつもいつもありがとうございます。私が知ってる滝さんだよね、きっと。そうだと知ってます。ありがとうございます。私さ、リセットだったらどんなユニットだと思います？タカさん、ありがとうございます。サムネイルね、この前もスティックでずっと来てくれてありがとうございます。そして10位、マックフライさん、ありがとうございます。いっぱいアクションしてくれて、ごめん、大丈夫だよ。してくれて、見ても嬉しいです。ありがとうございます。セットのユニットは、そしてあ、9位、最初なんだっけ、にゃんほそさん、にゃーん、ありがとうございます。 あ、私心の話、そうやりたい。それ逆転おじさまもあるよね。握手会もあったし、ありがとう。で8位、ナオトモさん、ありがとうございます。セイクレジスタンスだ。セイクレジスタンスやりたい。いや、教えていただいたくさん。この前の神奈川公演でやってたよね。ありがとうございます。そしてソファーいいね。タツヤくんさん、やってみたい。ありがとうございます。レジスタンスっぽい。本当にありがとう。とてもいつも嬉しいです。握手会もありがとうでした。せーの、6位、のんたさん。あ、順位変わっちゃった。ここの似合うと思う。順位変わっちゃった。待って、とりあえず全部読みます。あ、明日のためにキスダメか、いいよね。え、でもなんかさ、あれ変わってない、なんかさ、変わっちゃった。結構変わっちゃった。ふわ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 っていうか、さあ、星空のミステイク8位からいきます。8位、やってみたいね。ありがとうございます。変わっちゃったね。でも嬉しいよ、ありがとうございます。奇跡は間に合うんだよ、みんな。7位、なおとぼさん、おかえりなさい、ありがとうございます。そして6位、ともひささん、いつもありがとう。いつも遊びに来てくれて嬉しいね、ありがとうございます。そして5位、まことのすけさん、ありがとうございます。いつも来てくれてありがとう。一緒に3人で回りたい。そして4位、おのぴーたん。おのぴーたん、ありがとうございます。いつの間にかたんがついて、私お弁当作るよちゃんと。ありがとう。早起きも頑張るよ、苦手だけど。ありがとうございます。大型だけどね、調子に乗る。シナモン、今日めっちゃシナモンの18期のリセット公演ね、できればいいんですけど。え、一緒にやってた、ありがとう。嬉しい。料理できますよ私。そして2位、マシンガンさん、ありがとう。嬉しい。いつも来てくれてありがとう。次の配信でお礼のやつ書くので待っててね。ありがとうございます。にゃん、せーの、1位、ドゥルルンドゥルルン、ナーラブさん、ありがとうございます。めっちゃカニになってる。ありがとうございます。リセットの感想2回って、そう、あそこめっちゃ難しくて一生できない。嬉しいです、ありがとう。私も料理できます。何作るの？ありがとう、カニ。
じゃあ次回の配信でお名前書かせていただくので次回お待ちしております。皆さんたくさん見てくださってありがとうございました。まだ終わんないでしょ。終わる、うん、もうランキングは読まないんですけどまだやります。じゃあちょっと私のランキング読むね。はい、皆さんまだランキングはもう読まないんですけどコメントできましていただきます。じゃあ行きます。ありがとうございました。皆さん13位かずみんちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょマイク夢見つってたもん。12位こうちゃんさん、ありがとうございます。11位したゆうさん、ありがとうございます。なんかさ、もっとか10位ゆうたさん、ありがとうございます。配信多くて嬉しい、ありがとう。9位なんて読んだろこれ、トムさん、トメさん、よかった、ありがとう、ありがとうございます。8位ユリアピースさんありがとうございます。7位クラヨさん、ありがとうございます。6位サーちゃん、ありがとうございます。5位クレイさん、ありがとうございます。4位ユキオさん、ありがとうございます。そして3位東京のスワンさん、ありがとうございます。寒いのでね、お体には気をつけてくださいね。最近少しずつ気になってます。2位少しじゃなくてスイカの種さん、もう気になってありがとうございます。この前見ました、パターウォルフ一緒だったよね。あ、そう、スイカの種さん一緒でしたね。1位半沢さん、ありがとうございます。霞の家で豚汁作る配信やります。東京タワー、あ、東京タワーじゃない、タワーありがとうございました、嬉しいですね。えねえ、霞の家で料理配信してもいい？え、ちょっと汚いからよで、許可下りないもん多分ママの。え、しようよ、ゆめみんちで。え、普通にさ、完成した状態でいいって。え、 あそこや焼くときは別でさ、作る過程だけさ、何作るの？豚汁作ってほしいって。豚汁が出さないといけないよ、ひなところ生きがい、ありがとう。なおともさん、麻婆豆腐作る配信しましょう。ママ厳しいっていうか、普通にキッチンいい人いるの？逆にね、珍しいと思う。煮込み時間結構20分以上煮込んでるかもしれない。ケーキ作り配信は？あ、逆にそっちの方がありかもこことかだったらできるし、ね、ここで、ここでやんの？持ってくれば。俺の家 OK よ、だって。え、行こうよダメだよダメだよ。いけるかな。え、普通にタコパ配信したいね。かすみんちでやります。そう、いつかね。明日、あ、日曜日ぐらいにやります。早いよ。え、日曜日無理何するんだい？まあ、いろいろあるんですよ。かすみってね、あの、秘密事多いからね、意外にでも結構秘密は多い方がね、魅力的ですから。うん、あの、具材切るのめっちゃ下手なんだよね料理するの得意だけど。え、でも美味しかったよ。いや、あのね、切り方が下手で、うん、あなたは切るとこダメですって言われたから。え、そんな怖っ違う、あのね、あったんですけど。え、タコパしたい。8人でさ、集まる。で、ここでやろうよ。で、クリスマスとか集まんない？え、クリスマスプレゼント交換したよね、この前。したよね。で、急いでしたから、あんま覚えてないけど。あれ、18期公演でやったんだっけ？違うよ、なんかの公演でいっぱいいたよ。いや、そうだ、クリスマスでうちらやったじゃない？ 18期。あ、そっか、そうだ、そうそうそう。それだ！え、てかさ、めっちゃイベントさ、18期でさ、やらせてもらうこと多かったくない？嬉しかったね。ね、ありがたかったね。確かに、もうただケーキ食べる配信でよくない？逆に買ってきて、ね、でその間に人狼やったからえ、ここでやろうよ、みんなで。いいよ、普通に。みんな、ここ、みんな集まるかな？集まるでしょ。集まるか。多分うるさいよね、多分。何話してるか分かんないよ。で、みんなに喧嘩って思われそう。確かに、18期喧嘩じゃないからね。そう、テンポ早いだけだから。そう、多分テンポ早いから見せついていけないと思う。そう、ここで早いと思っちゃったら多分もう使えないけどここ遅い、まあ、早いから。早いけどね、早いけどね、もっと早いから。B
美人だと改めて思いましただって、私のこと。え、なんで私は。ありがとう京平さん、ありがとう。鍋パスタ、こたつ持ってくるわ。家から。何鍋、 何鍋かによる。何でもいいよ。私アヒージョパーティーしたい。イタリアン。あとは餃子パーティー。餃子パーティーはあれ、餃子作りた。私たこ焼き作るのうまいよ。こたつ持参します。ロシアンたこ焼きとかやりたいね。絶対嫌がるけど。絶対嫌だ。いやみさん、いやみ、おこちゃまだからさ、わさびとか少量じゃないと無理だもん。どもうめっちゃ入れてやろう。怖っ。じゃあゆみさ、めっちゃでっかいたこ焼き器とさ、普通に鉄板がついてるやつ持ってるから、うん、焼肉パーティーにしない。普通にうちのさベランダでやろう。バーベキュー。バーベキューくない。ベラいいね。バーベキュー。バーベキューいい、ね、バーベキュー。バーベキューのさ上行こうよ、みんなで。上行こうって何。バーベキュー上。あ、バーベキュー上。そのなんていうのそれ。わかんない、バーベキューしたことない。そんなキャンプ場とかじゃない。キャンプ場。キャンプ行きたい。あさ、グランピングしたいんだよね。ね、言ってたよね。マジでグランピング。この前。ね、でそれで今結局ね、あれになったから。グランピングじゃなくて。いや、季節冬だからいいんでしょ。ね、今何時ですか。ね、メール送りたい、うん。終わらないといけないかも。27時59分だって。1分でしょ。50分。せんので終わり。悲しいな。でなんか長いくすればするほどさ、悲しい、みんなとさお別れするのが寂しいよね。固まっちゃってすごく嫌な。え、なんでなんで。やだ。電池切れた。切れてないので、ちょっと一回外カメにしな。手隠して。もうバグっちゃった。バグっちゃった。え、やばい。手紙がバグってる。なんかさピッてさ更新みたいな。一回これね。すごくやだ。え、やば。誰か助けて。これ普通に切れないの。え、12時まで多分切れないんじゃない。あ、はい、切れた。え、切れた。え、これどうなの。あれ、やってる、やってる。え、切れたの勝手に。あ、配信する。みんな止まっ、まあみんなごめんなさい、ただいま。みんなごめん、選手がめっちゃやばかった。かわいすぎて来てるよ。よかったじゃん。静止画で止まったら普通に冷めないか心配。ごめん。みんな静止画でめっちゃブサイクでもさ、カスミンとイメミンの配信ちょっと、うん、面白くなかったよね。ごめんね。そうでしょ、そうでしょ。だって結構、うん、普通の話しちゃった。結構ちょっと怖い話しちゃったから。何の話。ごめんねみんな。ごめんね、それだったら。そんなことないよじゃなくて事実なんです。そんな怖い話した。したから。ごめんね、もう気をつけます。ごめんねみんな。ごめんね、嫌いにならないでね。嫌いにならないでください、お願いします。でも楽しかったよ、みんなのおかげ。バイバイ。いや、いや、なんか前置きみたいなないの。前置きみたいなない感じ。じゃあ明日も明後日も夢でまた会えますように。締まり悪い。みんなのことがね、見てカスミの好感度上がったって。なんで。なんで夢見の好感度上がらないの。なんでこれで上がるの。ワオの延長みたいで面白かったって。あ、ほんと？よかった。じゃあかすみんに写真撮ってもらいます、この服で。私写真でもさ成長したよね。前より成長しました。私が指導してるので成長しました。もうマジでみんなからさ、かすみと一緒に写真撮りたくないって言われるの。かわいそう。
言ってるよね。張本人でした。めっちゃ言われるから頑張ります。早いってそのなんか前置きみたいないの、なんかそのこれからもよろしくお願いしますみたいなのなんかないの。なんか、うん、なんかやっぱり同期と配信やるの楽しいので、これから定期的にやりたいと思います。一人でやるとなんかテンションをバグっちゃうので。誰か同期連れて行きたいと思います。みんなバイバイ、お願いします。みんなおやすみ、またね、バイバイ、また会いましょう。終わっちゃった。